いや、めちゃめちゃイライラするんだけど。めちゃめちゃイライラするわ。女に振られて人のせいとか、クソダセえと思わない。クソダサいと思わない。女に振られて、囲いが減って、放送が荒れてんのを人のせいにするとか、もう向いてねえよ、配信。マジで。いや、マジで向いてないわ。普通にもう縁切るわ、あいつを。やってらんない、マジで。やってることかっこ悪すぎる。もう俺、あいつと絡まない。俺、あいつと絡まない。ダサすぎる、本当に男として。病気だわ、あいつ。病気。全部めちゃくちゃなこと言ってるからね。カメラ勝手に回したとか。おめえが電源切れたから和道さんの枠でやろうって、つばにゃんが気ぃ利かせたんだろう。早く充電して枠開けよってずっと言ってたからね、俺。めちゃくちゃ、本当に。パフェありがとう。めちゃくちゃだよ、本当に。やらないよ。うん。すごいよね。つばにゃんが帰ったのはお前らのせいだからな、バカ野郎って言われて。しかも、最終的には俺のせいにされたんだよ、全部。本当に最低な男だよ、男として。あ、そりゃ囲いも逃げるわ。マジで。そりゃ囲いも逃げるわ。いや、マジでダサいと思ってる。普通に縁切る、俺。クソダセえ、マジで。あんなのと絡んでたのがマジ恥ずかしいわ。しまいにはこのままだったら俺配信できねえよとか言ってんだよ。もうやめちゃえよ。向いてねえよ、配信。やめろやめろ、そんな気持ちでやってんだったら。そう思わない？みんな食うのに必死でやってんだよ。うん。女に逃げられたぐらいでさ、ぐだぐだ言って俺配信できねえって言うぐらいだったらやめた方がいいよ。ほんと向いてねえわ。うん。囲いが、逃げたのって結局それだけの囲いだったってこと。まあそれはあるかもしれないけど、うん、そこに俺は文句はないの。それはまあ正論だと思うのね。だけど、それを人のせいにするのはどうかと思うって言ってんの。言った。それさ、自由に放送やっていいんだよ。で、ドルさんの言う通り、囲いがそれで逃げたら結局それだけの囲いだったんだよねって言うんだったらいいけど、それが和道のせいだっつってんだよ。アホすぎるでしょ。いや、マジでムカついたんだけど、俺。ありえねえはダサすぎる。ダサすぎ。うん、ねえ、びっくりするよね、あれ。うん。めちゃめちゃびっくりした、俺。考えられねえ、あんなの。配信者じゃないよ、少なくとも。うん。配信者じゃねえよ。うん。ダサすぎ。幻滅だわ。はい、わこつ。ね。見た？うん、で、しまいにはさ、なんか女とパコってたわけじゃん、リスナーと。で、泣かせたわけでしょ。俺別にそこついてないじゃん。プライバシー守るために。自分でペラっちゃったじゃん。うん。いいよ、別に言わせといて。いや、すごいあれすぎるでしょ、いくらなんでも。だから全部みんなリスナー昨日見てたわけじゃん。それはさすがに通用しねえよな。それは無理がありすぎるでしょ。いくらなんでも。全部見てる人の前でめちゃくちゃな言い訳してんだもん。うん。めちゃくちゃでしょ、本当に。みっともない。かっこ悪すぎる。人として。俺が言ってんの全然間違ってないでしょ。うん。そんなのオフでやれっつってんだよ。ただ一貫してそう言ってんじゃん。別にさ、つばにゃんと誰と付き合おうと俺全然構わないもん。そこついてないよね、最初から。そう。ダサすぎるでしょ。女に逃げられたのが人のせい、リスナーのせいって。あれサファイアちゃん、アットマーク外したの？あとつ。しまいにはさ、花火を取られたとか言って、花火こっちに投げろなんて俺言ってなくない？そうじゃなくて、ドレさんの囲いが花火を投げた時、これが現実だよっていう話をしたんだよ。だろ？俺別に誰と付き合うのが悪いとか言ってないよ、はっきり言って。そんなこと思ってないし。うん。外すでしょ、こんな格好悪いの。だから言った通りになったでしょ。言った通りになったでしょ。もう荒れて放送が自分の放送できなくなるよって。そう。で、その放送に振り回されるよって。で、しばらくは閲覧炎上するから多いけど、こっからはマジで見放されるよって。うん。いや、殴りたいんだったら殴りたいって言えばいいじゃん。俺勝てるわけねえんだから。じゃあリングの上でボコボコにすればいいじゃん。俺行くけど、だって手も足も出ねえよ。で、自分のリングの上げて引き上げてやりたいんだったら行くよ、じゃあ。俺手出さねえよ。ボコボコにすんだろ。それがやりてんだろ。いじめがやりてんだよな、どれ。じゃあ行ってやるよ。俺一発も手出さねえよ、3分間。おめえボコボコにしろよ、じゃあ俺のこと。かっこ悪い。自分のフィールドでしか戦えねえんだろ。俺は配信者として言ってんだよ。じゃあ行こうか。俺手出さねえよ。戦ってやるよ。俺負けんだからどうせ。ただ俺は意地見せてやろうか。てめえにボコボコにされるとこまだ見せたいの。まだそうやって格好つけたいの。じゃあいいよ、行ってやるよ。ボコボコにされてやるよ。一発も手出さねえ。どうせ当たんねえんだから。なあ、サンドバッグになってやるよ。な。弱い者いじめしたいんだろ？いいよ。行ってやるよ。どうせか、行く。行ってやるよ。で、ボコボコにされればいいんだから。いや、配信では常に戦ってるよ、俺は。俺は配信で言いたいこと言ってるもん。ただ、明らかに間違ったこと言ってるわけじゃん、向こうは。いいよ、俺行くよ。で、ボコボコにされるよ。うん。行く。やりたいんでしょ？そこでしか、手出したらいいよ。どうせ当たんねえんだから。勝てねえよ。はっきり言って。二十何年やっててあんだけ筋肉ムキムキなんだから。で、リング上がれっつってんだから。それが見せたいんだろ。で、いいよ、リング上がるよ、俺。その代わり、ね、向こうがリングに来てくれって頼んでたんだからね。俺が行きたいっつってるわけじゃないからね。元々が。いいよ、殺されるよ。殺せばいいじゃん。だから。うん。いいじゃん。それで、ドレさんかっこいいってやりたいんでしょ？いいよ、いいよ。邪魔だから来ないでじゃない。向こうから頼まれてたの、数。違う。そもそもが違うんだって。時系列を把握してないの、数。うん。いや、だってそれが見せたいんでしょ？違うの？うん。だったら俺別にいいよ。いや、いいことないよ。いいことないけど、逃げたって言いたいんじゃん。逃げたって言いたいんでしょ？うん。どうなんだろう、全然。わかんない、全然。どうしたらいいのか。何がしたいのか。彼が何がしたいのか、全然わかんない。女に逃げられたの俺のせいなんだって。花火師さんと、ね、女性リスナーが泣いたのは俺のせいなんだって。で、納得いかないからリングで俺のことをボコボコにしようっつってんだって。いいよ、だからボコボコにすれば。逃げんなよっつってんだから、逃げねえから。うん。そうそう、リングで戦わなかったら格好悪いって話になるでしょ。ん？黙ってやれ。うん。いいよ、全然。お前が言い始めた？違うよ。どれが来てくれっつったんだよ、どうしても。閲覧不安だからって。閲覧不安だから来てくれって言われたから行ったんだよ。それでここまでコケにされてんだよ。めちゃくちゃでしょ。感謝されることはあっても、俺別にあいつに叩かれるようなこと一つもないんだけど。うん。いいよ、だから。おはよう。っていうかね、女のね、一つや二つで揉めるとかダサすぎるんだけど、本当に。かっこ悪すぎる、本当に。そう思わない？うん。マイペースに別に普通に放送やってるだけだもん、俺。おかしいだろ、言ってること。そうそう、自分のリスナーじゃん。それを、アンチリスナーだって言い張ってるわけだから。ちっちゃい？うん。まあ、小さいかもしんないけど、俺にもプライドあるからさ、世界の山田さん。だって納得いかないもん、こんな言われ方。俺がもともと喧嘩売ったんじゃないよ、全然。そもそも俺は、あそこのオフ会に行くことを反対してたの。3回断ったのにどうしても来てくれって言われたのよ。だから、もともとない話だったの。俺が言ってんのそこからだから。うん。お前らがガヤガヤ言うからつまにゃん帰っちゃっただろうってリスナーさんに言ったんでしょ。めちゃくちゃだよね。うん。ホイミスライムかわいいよね。うん。あ、敬語、ブロックな、お前。うん。お前ちゃんと見てない、俺の放送。めちゃくちゃ、お前ブロックな。謝んねんだったら。謝んねんだったらブロックだわ。ちゃんと全部見てた。全部見てた、時系列。時系列ちゃんと知ってる、敬語。知ってるか知ってないか言って。ドレさんの放送だけ見てるでしょ。全然話違うから。ちゃんと見てたら、そんな意見にならない。今回ワドちゃん微妙だったよって。おかしい、敬語。うん。はい、じゃあね。バイバイ。さよなら。もう二度と関わんない、俺に。結局言ったのは、ペニーさんに花火10発投げられてた義理があったんだよ。うん。まあ言ったよ、俺は。言った。鉄馬。うん。いいよ、全然電話で話しても。ただ俺から話しねえから。だって俺正論言ってんだから。いいよ、別にかけてきたら出るよ、じゃあ。うん。いいよ、じゃあ。かけてきたら出るよ。うん。話のすり替えなんかしてないよね。いいよ、別に話して。全然いいよ。じゃあ待ってるよ、かけてくんの。うん。あ、ごめん。今、関係ない話は勘弁して。ごめんね、あや。うん。正論とか持論とかじゃなくて、俺持論語ってるだけだもん。うん。あ、わかった。世界の山田さん約束する。冷静に話すよ。うん。冷静に話すよ。分かったよ。うん、約束するよ。うん、いや、だからそれでヤフミ後悔したんだよ、俺。うん。生き方間違えてんなと思って。そう。すげえ後悔してた。うん。ごめんね、あや。うん。いいよ、全然。かかってきたら出るよ。うん。わかった。グリオさんわかった。いや、でも、頭に来たんだよ、本当に。うん、あ、ごめん、みんな。うん、でも、すげえ頭に来たの。クソだせえと思ったから。うん、お前がかけろって。はいはい。うん、あれもしもし。冷静なの？あ、ちょっと待って、ごめん。もうちょっと待って、どれ？あ、切ってないから。ごめん、スピーカーの設定。もしもし？うん。もしもし、あ、さっきどうなってごめんね。うん。何？お前にかけてこいって言ったんじゃないの今。じゃあ、リスナーかけろって言ったから。直接話せって言ってて。うん。で、さっきのちょっと順番をって聞きたいんだけど、まあ、和道の言ってることも最初分かって、ね、俺のオフ会に配信者呼ぶってどういうことよって、それ出しにするためだろって閲覧上げて、こんなやつも来てるよって。まずね、それは、そもそもの話さ、指摘されればさ、それは悪かったと。まあ、ちょっと配慮が足りなかったら。いや、違う、そこじゃない。出しっていうのはそこじゃないの。まず、1回目に起こったのはそこじゃないの、俺が。俺はね、まず一番最初に俺の配信中に、ドルさん LINE かけてきたでしょ？メールで。うん。で、その時は言ってなかったの、俺。その時に、自分のリアとツマッチやるから、ゲストで来てくれっていう内容だったじゃん。いや、リアとツに来てくれっていう話だったじゃん。で、俺は、それスルーしてたの。ないなと思ったから。まあ、合同ではないよね。合同でって話じゃなかったよね。俺のっていう。そう。で、俺、結構この業界で4年ぐらいやったんだけど、合同でリアとツマチやって企画盛り上げようっていう話なら、いくらでも聞いたことあるのよ。で、そこは間違ってないと思うの。だけどね、自分の企画で自分のリスナーさんでリアとツマチやるのに、配信者に対して来てくださいってお願いする配信者聞いたことないのよ。うん、だけど、その場で、今言ったみたいに論理立てて話してさ、順序立てて、そんなの聞いたことないから、俺行かないっていうことはできなかったの。俺言ったわ。一回承諾しといて。俺言ってる。いや、承諾しといてさ、行く道ね。いや、ずっとさ、駅でも悪態ついてさ、行けるかこんなの。ちょっと待って。時系列が全然違う。で、それ1回目でそうなったでしょ？で、俺1回断ったの、ドルさんに配信外で。それ伝えてるの。で、うん、伝えてるのね。行かないっつって。それはないよって、うん、ドレさんって。そう。だから警告1してんの。で、うん、もう一回言われて、さらに電話までかけてきたの。前日か前々日に。で、メンツがあるからっつって、顔立ててくれって、和道のこと好きだから来てよって言った時に、うん、じゃあ俺が花火10発上がったら行くよって言ったの覚えてる？うん。で、上がったじゃん。上がったの。10発どこじゃなかったじゃん。いや、10発上がったの、速攻。で、それ以外は、それとは別件で、花火が上がったのね。だから、これは俺の悪さなの。俺が好きな人と好きな時に好きなことを好きな場所で好きなだけやるって言ってて、結局プライドを傷つけたから嫌だっつって、俺ペニーさんに花火10発の1万円振り込んででもいいから行きたくないって言ってたの。でも、やっぱり義理があるから返そうよっていう話になってたの。行こうよって。ペニーさんのためにも。だから行ったの、俺は。でもさ、それ、ね、一回さ、10発上がったら行くよっつって上がったんだから、行ったじゃん。気持ちよく来るべきじゃないの？だから行ったじゃん。気持ちよく行ったじゃん。いや、でも気持ちよくじゃないじゃん。どこが気持ちよくないの？散々ごねられてんだよ。散々ごねるでしょ。出しにされた、出しに。じゃあもう一つ聞きたいんだけど。出しにされたって言い始めた。そのさ、配信者の大先輩に聞きたいんだけど、うん、俺の企画で俺のリアトツマチやってる時に、配信つけるっていうのはそれも普通のことなの？普通のことなんじゃなくて、あなたが配信落ちた時に気使ってつばにゃんがさ、ワド君配信つけようよって言ったの覚えてないの？俺気使ってつけたんだけど。ましてや、ペニーさんも。2位が競ってて、リスワン取れるか取れないかっていう時に。あのさ、くだらねえよ。だから俺、あなたとか、聞いて。だから俺嫌だったの。ね、あなたがさ。つけろよって言うから、つけたら、バーカ切るかよって言ったのも、あれも普通のことなんだ。普通のことだよ。誰が切るかよ。普通のことだよ。なんでかっつったらさ、俺はさ、これで稼いで食ってってんだよ。わかるよね。で、あなたが呼んだんだよ。だったらギャラ払うべきじゃないの。俺別に自分の分ね、自分のリスナーさんが金出してくれてるし、ね。そうじゃないの？自分で金払ってんだから自由にやっていいんじゃないの？違うの？自分の枠でこそこそ。だったら呼ばないんじゃないの？だったら呼ばないんじゃいいんじゃないの？ギャラ出せよって言えばよかったじゃん。あのさ、リア凸に来てくれた。俺もリスナーとしてリア凸に行ったわけじゃん。配信者としてでもどっちでもいいけど。でもそれで来てくれてありがとうじゃなくて、配信つけんなこの野郎って言うんだったら呼ぶなよ。だったらね。いや俺別に、俺家で、いや、ありがとうって言ってねえじゃん。管巻いてんじゃん。管巻いてんじゃん。いや、管巻いてんじゃねえかよ。俺別に家でさ、配信やってたら稼げんだよ。てめえとくせえ酒飲まなくて済んだんだよ。くせえ酒飲まなくて済んだんだよ。だったら今すぐ金払えよ。金払ってから言えよ。なあ。やれんのかよじゃねえよ。バカが。どうすんだよ。あ、脅迫ですかおい。やれんのかよって何をやんだよ。言ってみろよ。てめえが呼んだんだろ。スパーリングも閲覧呼ぶのが怖くて。で、ランハゲが来る流れになったらランハゲにペコペコしてよ。プライドねえのかよ。てめえの企画にプライドねえのかよ。どれにも捨てられてよ。あ、どれにもじゃない。ちゃんまんにも捨てられてよ。ちゃんまんにも捨てられてよ。ゆいがにも捨てられてよ。閲覧がさ、少なくなってビビってんだろ。だからクモンリュウ利用してんだろ。俺も、達彦もそういうの気づいてんだよ、敏感に。おめえが閲覧なくなってブルってんの。だから助けてやろうって言ってんのによ。その態度はねえんじゃねえの。おめえ仲間作れねえからよ。一人よがりになって見え張ってるだけなんじゃねえの。自己紹介してんの。俺今1000人来てんだけど。知らねえよ、そんなの。知らねえよ、そのつばにゃんの数字だよ。お前減ってんじゃねえかよ。うなに相手にされなくてよ。3日前の数字知ってんだけど。いや、もう今4桁なんだけど。ブルってんじゃねえか。お前配信外でもグダグダ言ってるじゃん。これからどうしよう、どうしようって。俺3時間も聞いたよな。おめえのくだらねえ話。配信外でよ、タクシーに乗って俺歩いて帰るっつってんのにタクシーに乗れってお前が強要してよ、付き合いで行ったらよ、3時間もお前聞かされてんだよ。なあ、配信が怖えって。これから捨て頃なくなったら配信閲覧なくなって収入がなくなるからって。それで焦ってやってるからこういう結果になったんじゃねえの。だから囲いが離れてってんじゃねえの。俺は別に自由にやらせてくれよ。俺は自分の枠で自由にやりてんだよ。それを強要してよ、付き合いだとか先輩だとか顔立ててくれってさ、汚い言葉で言ってさ、さらにさ、お前来た人までディスってさ、女も泣かせるってどういうことだよ。泣いてる女のリスナーパコってんだろ。なあ。今1000人来てんだけど。知らねえよ、そんなの。おめえが1000人来ようが。そんな1000人集める配信者腐るほどいるわ。俺は俺でやってんだよ。その俺の抱いた女が泣いてって、お前にどう関係あるの？関係あるのじゃねえよ。それを聞いてんだよ。関係あるのじゃねえよ。気分悪いっつってんだよ。ネタにしてんのはてめえだろうがよ。てめえだよ、ネタにしてんのは。リッスンとかなんだかんだってずっといじってんのはてめえだろ。ブーメランにも程があるだろ。だから花火あげるのはリスナーさんの気持ちだろ。なあ、俺がドレさんのリスナーから花火奪うことなんかできねえんだよ。面白い配信に花火が上がるんだよ、勝手に。で、お前は自分のリスナー裏切ったから自分のリスナーがこっちに花火投げてくれたんだよ。当てつけなんだよ。それにも気づけねえのかよ。ちげえか、俺が言ってんの。裏切ったって、俺何にも言い訳も何にもしてないし。何裏切ったって。何の話してんの？いや、お前が自分のリスナーを裏切ってって言うから裏切った。違うよ。リスナーを裏切ったのはお前だっつってんの。俺は裏切ってねえよ、自分のリスナー。お前がそんなこと決めなくていいんじゃないの？何決めなくてって。俺は事実を淡々と言ってんの。俺は、どれのリスナーから花火奪うことなんかできないの。閲覧も奪うことなんかできないの。囲いも奪うことなんかできないの。面白いところに、ちょっと聞けよ、最後まで。面白いところに人が流れるだけなの。花火が上がるだけなの。それを妬んだのはお前なの。花火、俺のリスナーさんの花火取られたって。俺そんなこと一言も言ってないから。だけどさ、一晩中ネガキャン張られりゃさ。ネガキャンなんて張るに決まってんだろ。てめえだって張ってんだろ。胸に、なあ、手当てて聞いてみろよ。お前ネガキャン張ってねえか？俺の。一晩中。張ってたよ。張ってたよ。リッスンとかなんだかんだって言ってたよな。そこも認めねえの。自分でやったことぐらいお前だよ。お前がリッスンつったんだよ。ちげえよ。おめえがネガキャン張ったよな。人のこと打診してたよな。俺は別に俺の放送でやってたよ。で、俺のことネタにしてたのも認めらんないの？自分がネタにされたらピキってさ、ねえ、自分はネタにするのおかしいでしょ。俺は別にネタにするよ、配信者だから。ネタにされたことは言ってないよ。ただ、ブーメランだよ、つってんの。俺のことね、違う、俺が言ってんの聞いて。ドレさん勘違いしてるから。俺は、ドレさん、聞いて。配信者だったら。ピキるだろうがよ、こんな格好悪いやつによ。おい。ドレさん、俺が言ってんの。違う、ドレさん勘違いしてんの。俺はネタにされても構わないよ。だから文句言ってないの。文句言ってんのはあなたなの。付き合うことに対して、あるいは俺がリスナーの女と年頃になったことに関して、お前どう関係あんだよ。関係ないよ。俺口出してないよ、その件に関しては。いや、口出しまくりだろ、お前。出してないよ。だったら、違う、俺が言ってんの。違う、聞いて。大丈夫かよ、頭。全然口出してないよ。違うよ。あなたが配信に載せたんだよ。配信に載せて口出されたくなかったら配信に載せんなって言ったんだよ。俺は。あなたが勝手にツバニャンと配信に載せたんだよ。日本全国の人に見てくださいって。それで話題を出すなっていうのはおかしいって俺は言ってんの。別にあなたがどこの誰と。言ってることがすでに矛盾してて。してない。話題出すなっつうか、お前ずっとその話してたよな。話題出すななんて言ってないよ。俺話題出していいよっつってんの。あなたが勝手に話題出す。ずっと俺の話してたよな、昨日。してないの？してるよ。つばにゃんと俺のこと言ってないの？つばにゃんとあなたのことを言ってるんじゃないの？そこはこすってないの。そこはこすってないの。お前と。そこをこすってないの。そこは俺別に関心がないの。何お前さ、つばにゃんが逃げたのさ、俺のせいだと思ってんの？バカすぎるよ、本当に。バカすぎるよ。お前さ、つばにゃんが逃げたの俺のせいだと思ってんのバカすぎるよ。リスナーが逃げたの俺のせいだと思ってんのバカすぎるよ。ねえ。まあ、お前とリスナーのせいな。バカすぎるよ、本当に。それ本気で言ってんの？本気。バカすぎるよ。お前が魅力のない男だからつばには逃げたんだよ。お前が本当にかっこよかったら女なんかできるわ、バーカ。悔しいの？全然悔しくないけど。俺がつばにゃんのことどっちか好きだからそんなに怒ってんの？そのつばにゃんと消えたっていうこと。お前がかっこ悪くなったからな。昔のお前好きだったよ。お前かっこ悪いよ、今。お前かっこ悪いよ。お前も大概かっこ悪い。全然いいよ、別に。全然いいよ。俺はお前のこと今かっこ悪いと思ってるから。クソだせえよ。うん。配信向いてねえよ、やめろ。そこまで言ったら、じゃあ23日せっかくさ、グローブつけてやるんだからやろうよって流れになっちゃうけど、どうすんの？いいよ、別にやっても。ただ、俺お前に勝てないから。言っとくよ。俺は自分が弱えの分かってるから言っとくよ。お前にはパンチ一発も当たんねえよ。お前強いよ、格闘技。だから俺リングには上がるよ。じゃあリングに上がるよ。いいよ。だからお前殴れよ、好きなだけ。自分のフィールドじゃないと格好つけらんねえんだろ。俺は違うから。お前のフィールドで戦ってやるよ。負けるかもしんないけど。俺は勝負から逃げねえから。ボコボコにしろ。今逃げたじゃないか、お前。逃げてねえよ。だからやってやるっつってんだよ。やってやるよ。だからお前のフィールドで好きなだけやらせてやるよ。だからここは俺のフィールドだから。やってやるよ。テンションのやつやりたくないもん。やってやるよ。好きなだけやればいいじゃん。弱い者いじめ。好きなんだろ？お前のフィールドでやってやるっつってんだよ。だから上がるよ。逃げねえよ。負けるかもしんねえけどな。やってやるよ。お前が呼んだんだからな、そもそも。俺が、そういうことを教えてないし。最後に聞けよ。おい。お前がスパーリング閲覧公演からワード来てくれっつったんだからな。俺から行きてえなんつってねえからな。だから、嫌だった。お前、しかもよ、まだ言いたいことあんだよ。俺がよ、香川さんとコラボ決まったっつったら俺も行きたいっつってさ、分かったっつって、自分で連絡しなよって、香川さんにそう言っとくからっつったらさ、ワードから言ってくれて。捨て子の時の便所太郎さんの時もそうだったよな。スパーリング、便所さん誘いたいって。自分で誘いなよって。ドルさんの企画なんだからっつったら、いや、ワードから言ってくれ。俺関係性壊れるの怖いからって。俺全部出しに使ってきたよな。俺が言ってんのそこだよ。全部俺を利用してきたよな。俺全部間に入って。利用っていうか、お前の方が香川とも、便所とも仲いいからって、それ頼んじゃダメなの？だからずっとやってきたよな。それで、こんだけディスられたら打診されてるっていうよな。なんとかっていう難しい話なの。俺は一面識のない俺より、お前の方がニコ生から長いし、付き合い長いから、俺の代わりにお願いしてくんないって言ったことをそんなに怒られなきゃいけない。ちげえよ。俺それ全部動いてきたよな、あなたのために。文句一つ言わず。そうだよな。文句だらけじゃん。いや、今は文句言ってるよ。文句一つ言わずっていうか、文句だらけじゃん。今は文句言ってるよ。今まで文句言ったか、そういうことに関して。なんで文句言ってんの？だから、なんで文句言ってんのか気づかないぐらいあなたはバカなんだよ、今。バカな俺にもわかるように説明してよ。なんで昨日のことでそんなキレてんの？だから、キレてんのって当たり前じゃん。おめえが出しにして。今、キレてんの。今からだからな。今、てめえの枠からキレてんだからな。俺、それまで切れてねえから。ね、よく考えたら、まあ、合同リア凸待ちが普通だよねって。リスナーとして来てっていうのは失礼だったって。それは別に認めてんのに、その後さ、配信つけながら散々文句言ってたよね。認めてねえじゃん。認めてねえから管巻いてんじゃないの？認めてないじゃん。それ今俺が言ったから認めたんだよ。認めてないから誘ってんだよ。だったらごめんって。今度また同じ企画やるから来てよって。録画残ってっかんね、言っとくけど。YouTube にあなたが電話してきてんの。配信中だから。YouTube に残ってるからね。お前の言ったこと子供すぎない？それで何？俺も失礼だから。子供で何が悪いの？あなたにとって子供って何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 ？あなたってとって子供って何？どれくん、大人なんでしょ？答えてよ。言いたいことばっかり言わないで。待て。子供ってなんだよ。お前にとって子供ってなんだよ。お前にとって子供って何なんだよ。早く言えよ。お前にとって子供ってなんだよ。言えねえのかよ、バカ。自分の言葉に責任持て。お前の方が大人なんだろ。子供の俺に説明しろよ。俺の言ってることがどこが子供なんだよ。言えよ。どこが子供なの？言えよ。早く言えよ。お前の方が大人なんだろ。釈迦とキリストは言ったんだよ。だから早く言えよ。お前さ、俺のことガキって言うんだろ？だからどこが子供なんだよ。お前の方が子供で女に逃げられて人のせいにしてんだから。で、それはてめえのせいだろうなろ。てめえが一日中くだらないことやるからよ、バーガー。はぁ？だったら配信回すなよ。やめろ。お前向いてない、配信。お前今、閲覧何人？閲覧538だけど。俺今倍あんだけど、ちょうど倍あんだけど。だからなんの？お前もさ、俺に便乗して500も来てよかったな。お前せいぜい200がいいとこなの。俺は200だろうね。これは便乗だよ、明らかに。200だから俺の実力は。分かってるよ。つばにゃんのことをさ、なんでお前が言うわけだけど。何つばにゃんのことって、俺がなんて言ったのつばにゃんに対して。あれはないわっていうさ、俺がお前がそれを判断する。あれはないと思うよ。ありがとうね。なんで、何が悪いの？あれはないだろう。なんで？ないだろう、普通に考えて。説明しろよ。なんでないの？なんでないのって分かってないでしょ？だから聞いてんだよ。なんでないのって。なんでないのってさ、俺がさ、カメラ回してるの知ってたよね。パン君とリアとしてた時も、店出た時も放送回してるの知ってたよね。あなた自分の企画で自分のリスナーさん呼んだんだよ。うん。うん、で、リア凸に、待てよ、最後まで聞けよ。二次会までやってお疲れ様でしたって言って、最後まで聞いて。人が勝手じゃないの。うん、聞いてね、最後まで。俺の言い分。うん。あなたの企画で、リア凸に来てくれるっていう人は本当のファンなんだよ。みんな忙しい中時間割いてるんだよ。金もかけてるんだよ。どれだけあなたのこと好きで来てるかわかるよね。うん。つばにゃんとパコルとか配信外でやれ。もしくは別企画でやれ。あの日にやることか。それは俺とつばねの問題じゃないの。なんでお前に行ってやれとか上からしられなきゃいけない。つばねと俺の問題じゃなくて、あなたは自分のリスナーさんをないがしろにして性欲に負けたんだよ。ね、やっぱりさ、お前って便乗してさ、俺とリスナーの関係を悪くしようとしてそう話してるよね。そんなの、それこそ俺のリスナーが決めればいいことなんじゃないの？今後、俺のことを応援するかどうかってことは、リスナーさんが決めればいいことをさ、なんでお前がそれ誘導してるわけ？なんで誘導に聞こえるの？最低だよっつって。ね。どこが誘導なの？俺がさ、他人の財布に手突っ込むことだっつってんだよ。どういうこと？俺とリスナーさんの関係でしょ、それは。いや、お前が、ちょっと待って、俺に言う権利あるんだけど、俺が言う権利あるから言ってんの。ないよ、お前。あるよ。あるよ。あるよ。俺と、なんであるか言ってやろうか。なんであるか言ってやろうか。なんであるか言ってやろうか。おめえが頭下げて呼んだからだよ、あの日俺を。俺は時間取られたんだよ。だったらそんなてめえが、つまにゃんとパコるぐらいだったら呼ぶなっつってんだよ、バカ。別日でやれ、もしくは配信外でやれ。気分悪いよ。だからなんで、つばにゃんとパコルとそんなにお前が。つばにゃんとパコルとじゃねえよ。気分悪いだろ。どっちかが好きなの？それとお前さ、ほったらかしてさ、朝終電もない時間にいきなり解散させられてさ、みんなでキャスバー行って。みんなお前の文句言ってたよ、バーガー。俺が文句言ってたのたまたま配信つけてたからだわ。配信つけなくてもお前の文句言ってたわ。お前のこと嫌いになってるわ、バカ。気づけ。じゃあ、そんな過去いらねえよ。いらないだろうね。いらねえよ。うん、いらないだろうね。うん。うん、だからそういう態度を平気でできるんだろうね。だからそれが格好悪いっつってんの。お前との関係があんだよ。は？お前と何の関係なんだ？俺と、俺のリスナーの関係。関係ねえんだったら呼ぶなよ。頭下げんなよ、格好悪い。53だろ。お前、いい年こいて何やってんの？お前32のさ、子供ぐらいの年齢に来てくれよ。リアとつまち、バカじゃねえの、本当に。かっこ悪すぎるわ。来なきゃいいじゃん。だから行きたくねえっつったろうがよ、何回も。3回も言ってるわ。来なきゃいいじゃん。来なきゃいいじゃんじゃねえ。誘うなっつってんのよ。今日も、な、俺に便乗して500人も来てんだから、礼言うのが普通だろ、バカ。は？頭開いてんの、お前。じゃあ試しによ。今この瞬間から俺の話すんのやめてみる。俺の自由だろ。あのね、別に閲覧に困ってないから。俺は別に好きなこと言うわ。うん。で、200人でいいわ、俺。別に。見たい人が見るんだよ。200人来てんだろ？来てるよ。よかったじゃないか。いや、嬉しいけど、何が悪いの？お前に何が関係あるの？お前に。何？お前に何が関係あるの？便乗された挙句、てめえに。いやいや、便乗じゃなくて、だったら呼ぶなって言ってるじゃん。便乗じゃなくて、なあ、聞けよ、どれ。お前が俺の話題出してんの。まず便乗してんの、お前なの。俺をこき使ってね、俺を出しに使って配信やってるのお前だから。ちげえの。だからブーメランつっての。俺は別に何でもいいっつってんの。だから何なの？閲覧。お前さ、閲覧つってもさ、これお前のファンだと思ってんの。じゃあ言ってやるよ。だからお前フォロワー少ねえんだよ。だからお前のことをね、おもちゃにして、ね、ネタにして閲覧は集まるかもしんないけど、フォロワー2000人なんだよ。しかもフォローしてるやつに、自分のさ、フォロワーより多いよね。俺誰もフォローしてなくて3000人集まってんの。今、閲覧1132人。うん、どうぞ。で、ね、お前さ、過疎枠にさ、フォローしてフォローバック狙ってそういうことやってるだろ。ダサいよ、はっきり言って。お前の方がダサいからどう考えたって。何が？お前の方がダサいだろ。何が？だから具体的に言って。正論言われたらよ、ブルっちゃってよ。ブルってないよ、別に。鮫島で言ったことは正論だと思ったから、別にそうですよって言っただけだよ。何言ってんの？また原点に戻るけど、うん、な、リスナーさんが俺のことあれはないよっていうの、それはリスナーさんの勝手だよ。うん、な、そうだろうね。今まで応援してきたのに見損なったっていうのも、それはそのリスナーさんの勝手だよ。そうだろうね。なんでお前が一丁噛んでんだよ。何一丁噛んでんだよ。リスナーさんみんな言ってたよとか、なんでてめえが一丁噛んでんだよって聞いてんだよ。生で聞いてるから。俺の恋愛事情とかよ。お前の恋愛なんか知らねえわ。興味ねえよ、バーガー。なんでタークのてめえが口出ししてんだよ。口出ししてねえよ。好きにやれやいいじゃん。いやいやいや、口出ししてるよって、今口出ししたじゃねえか。俺はお前に対して言ってんだよ。バカなの。誘導でしょ。お前がやったことに対して、お前のことについて言って何が悪いの？ね、今日来てくれて、花火投げてくれた人もいたんだけど、何人も。昨日来てくれたリスナーさんの中で。だから何なの？ね、みんなとか言うのやめてもらっていい？俺がそう思ったから俺が言ってんの。何が悪いの？人もいるんだろうけど、そんなことさ、影響力のある配信者のお前が、わざわざ枠で言うことじゃないんじゃないの？お前、ブーメランすぎるんだけど、お前散々言ってるよね。お前散々俺のことこき下ろしといて、自分が言われたらそれかよ。お前散々言ってたよね。小せえ男だな。自分はやっていいけど、他人はやっちゃダメっつってんだよ。お前がやってるからやってんだけど、バーカ。お前びっくりするぐらい、さっきから自分の言ってることの分なんで大丈夫なの？本当に。何が？何が？大丈夫？だから何が？全部ブーメランだ、お前。自分で言ってることの。全部ってどれ？言ってごらん。言ってごらんっていうか、全部だよ。言ってごらんとかじゃなくて、全部だよ。全部って、だからどれだよ。だからお前は、もう今度の企画だよ。俺とも絶縁したいと。もう。絶縁したいじゃなくて、もう見限ってるから。別にお前と関わんねえよ、今後。で、リング上がれっつうんだったら、逃げたっつうんだったら行くよ。で、好きなだけボコボコにすればいいじゃん。大阪も当たり前じゃん。なんでお前と大阪行くんだよ。おめえが頭下げたから行くんだろ。勘違いすんなよ。もう、関わらないと。当たり前じゃん。でも、話題も、俺の話題を出さないってことでいいの？いや、出すよ。だって今関わんないって言ったんだよ。かっこ悪いもん、かっこ悪いよ。出すよ。配信者だもん。そんな、お前出さないとか言って出さないようになると思ってんの？バカなんじゃないの？お前も出すよ。俺も出すよ。確実に。一生生きてる間に確実に出すよ。ここで約束しても。俺守れない約束はできない。お前のことこき下ろすから。じゃあ、関わらないんじゃないじゃん。関わらないよ。そういうとこだけ関わりたい。関わらないよ。関わらないよ。いやいやお前と企画はやんないよ。そういうとこだけ関わらないって言えよ。はい、都合のいいところと。俺は言ってんじゃん。配信で別にお前のこと言うよって。でもお前と会う気ないよって言ってんじゃん。お前が勝手に解釈間違ってるだけじゃないの。だからそれって関わるってことじゃない？関わってないでしょ、別に。自分の部屋の中でどれの悪口言ってなんでお前と関わることになるんだよ。バカすぎるだろ。俺は自分の部屋の中で、ね、どれバカだよね、アホだよね、女にだらしないよね、女に全部失敗したよね、つって、なんでお前と関わることになるの？お前が俺の放送を見るからでしょ。俺言ってること間違えてる。で、お前と関わらない。間違えてしかないね。正しいとこどこもないね。あ、そう。どこがないの？いや、もう全部すぎて、どっから手つけていいかわかんないけど。うん、どこでも手つければいいじゃん。で、結局、俺がいじったおかげで閲覧増えて、支援も増えてんだよね。いや、支援は変わってないけど、さらに、ね、ちょっと待って、訂正させて。別に支援変わってないけど、調子に乗んなよ。お前、マンスリーも俺より下だし。うん。うん。そのことも何にも言ってないじゃん。いや、だから、支援が増えたっつったじゃん。俺のおかげで支援が増えたっつったよね。じゃあ、60発他の日にもらったことあるの？あれ、俺がお前の放送いじった次の日だよね。60発上がった。知らないよ。お前の放送なんか監視してねえから。全部見てると思ってんの、お前のこと。バカじゃないの。俺の放送監視してない。お前が勝手にこすったんだろ？お前が勝手にこすったんだろ？いじってるって怒るんだよ。俺の放送見てない。いや、怒ってないけど。怒ってないけど。俺のおかげで花火上がったって言ってんのが勘違いだっつってんの。そういうこともあったよねって。次の日ワドって面白いねってなって、ちゃんと帰ってきたよねって。何帰ってきたって。何恩着せがましいの？お前の世代の嫌なところ、恩着せがましいところ嫌なの。あ、ごめん。今のは違うわ。お前の世代って言ったのは悪かった。お前な。お前恩着せがましいの。お前も恩着せがましいじゃん、大体。言ってお前いくつ恩あると思ってんの？なあ。お前いくつあると思ってんの？なあ。恩着せがましいって言うんじゃない？いや、恩があるだろ。恩あだで返してるからお前とは切るっつってんの。バカなの、お前。ダサすぎるよ。だから分かってないんだからもうつるまないっつってるだけだから、俺。お前は、まず、まずリッスンしろよ、お前は。どういうこと？自分で言ったんだから。は？まずリッスンしろ。バカじゃないの？リッスンって俺の話聞けって意味だよ。お前に言ってんの？俺の話聞けって。その話を聞けよ。お前の話なんか聞かねえよ、バカ。俺の話聞けっつってんの。意味分かってねえじゃん、お前。リッスンの意味分かってねえんだって。俺の話聞けっつってんの。お前バカだから。お前よ、留学してたんだろ？英語のコメントスルーしてんじゃねえよ、この野郎。え、俺留学なんかしてないよ。交換留学に行って、ホームステイしてたんだよ。で、俺日本語で通したんだよ。日本語で通したって話してんだよ。にわか。っていうか、まずリッスンしろよ、お前はな。その、被せて、お前も配信者だろ？キャッチボールじゃないのかよ。こっちが喋って。それお前だろ。どうぞでそっちじゃないの？いやだからお前の話聞いて俺返してるとさ、お前いいよだから最後まで言いたいことばっかりだよ。違う。俺は頭の回転早いからお前の言いたいこと分かるの。で違うよって訂正してんの一個一個。俺最後まで聞いてっから。お前でかぶせてんの。で何なの？結局結論、君の結論はね、ツバニャンが逃げたのも閲覧が離れたのも花火が俺に上がったのも、うん、全部俺のせいだって言いたいの？お前とリスナーのせい。あ、そうなんだ。で、何が問題あんの？それが言いたかっただけ？だから、うん、俺と俺の自由恋愛と、うん、俺とリスナーの関係に、うん、お前が何の関係があるのって聞いてる。何の関係もないけど。ピレスさん、花火ありがとうね。みんなはっきり聞いたよね。今何の関係もないって言ったよね。じゃあ何の権利でその件に関して言及してんのか聞いてんの、うん、思想の自由とか行動の、なんだっけ、言論の自由。便乗だよな。俺で商売してんだよな。はいや、そうだろ？何でもかん、何でも関係ない。だからさっきも、まだわかんないの。俺で閲覧稼いでよ。な？俺で営業してんだよな。まだ、だから、それを言ったけど、それあなたもやってるでしょって、しかも先に。俺がやってるかどうかじゃねえんだよ。てめえが今やってるかどうか聞いてんだよ。だからやってるよって、おめえがやってんだからやって何が悪いんだっつってんだよ、バカ。やってんのかやってねえのか。だからてめえがやってんことやって何が悪いんだっつってんだよ、バカ。お前はやってんのかやってねえのかって聞いてんだよ。言ってんだろ、今。おめえがやってることやって何が悪いんだよ、バカ。俺とリスナーの関係に首突っ込んで、てめえは勝負。突っ込んでねえよ、てめえが女、どこの汚ねえ女と付き合おうがよ、誰のリスナーと見ようが知らねえよ。やってんだよな。おめえもやってんだろ？何が問題あんだよ。てめえがやってんだから文句言うな。てめえは今やってんのかやってないのか言え。だからてめえもやってんだからやって何が悪いんだっつってんだよ。てめえが先にやってんだろ？悔しいの？自分がやって、有頂天になって。で、同じことやられたら、ふざけんな。ガキすぎるわ。切れたの？配信。通話切れた？どうなんだろうね。あ、切れたんだ。うん、いや、頭おかしすぎるよね、本当に。うん、向こうが来たの？あ、そう。うん、何なんだろう。もう言ってる意味が全然わかんないよ。いや、別に俺は怒ってるわけじゃないから。ないわっつってるだけだもん。勝手に発狂してるんだよ。勝手に発狂してんの。いいんじゃん、別に。イチャイチャ配信だろうが、酔っ払い配信だろうが、女とパコろうが、何しようが、どれさんの責任だから。それを俺に責任転嫁してるのが嫌だっつって。違う？あ、向こうが飽きたの？うん、いいんだけど。それを責任転嫁するのはやめてくんないって、俺のせいじゃなくないって言ってたの。うん。あ、まあ、最初からそうだよ。知ってるよ。でもさ、なおちゃんさ、それはさ、持ちつ持たれつなんだよ、この世界って。やっぱり、無名の頃はさ、先輩の肩借りてやってくのが俺もだいぶ世話になったの。みどりさんとか、力也さんとかさ、えみさんとか、ねえ、いろんな人に、このまま話しても平行線？うん、いいよ、平行線でも。俺は言いたいこと言うよ。ごめんね、タジさん。仲直りするとかじゃなくて、俺は間違ってることは間違ってるって言いたいから。で、別に俺は、ツバニャンと付き合うことに関しては別にどうでもいいと思ってるから。そう。俺が、あ、風船ありがとう、たるきさん。で、別に俺は同情を誘うつもりないし。リング上がる逃げんなって言うんだったら上がるよ。ただ勝てないよ、俺は。はっきり言ってあの人の強さ分かってるから。だから好きなだけボコボコにすればいいと思ってる。好きなだけ。逃げんなっつうんだったら逃げないから。ただ負けるよ、俺は。それは分かってる。そこまでバカじゃないからさ。まあ、売名してなんぼっていうか、まあ、それだけじゃないと思ってるけどね。自分のリスナーさんを獲得していってさ、面白いな、この人。再評価があって初めて本当のフォローだと思ってるから。あ、でも全然上がるよ。向こうがそれですっきりすんなら。俺は逃げられたっていうのは傷つくから。逃げたくないから。いや別にやりたいだけのオフパコおやじでいいと思うけど、その、オフ会の日にやることじゃないんじゃないかなとは思うよ。それで見たらやっぱ萎えるじゃん。だってファンよりも自分の性欲取ったんだよ。それでさ、なんかカメラ勝手に回しやがってとかさ、言われてもさ、お前が呼んだんじゃんっていう風になるんだよ。で、しかも向こうが電源切れたし、こっち側に映ってよ映ってよってずっと頼まれてたのよ。ツバニャン別に好きでもいいんじゃん。ツバニャンがドルさんのこと好きでも。てか俺ツバニャンに今回のこと聞きてえわ。さすがになんか納得いかねえわ、全然。気分悪い。気分がめちゃめちゃ悪い。さすがになんか、めちゃめちゃ言われた気分だから、なんかすっきりしねえな。いや、ドルさんの若い頃の生き方は知らないから、知らないもんはディスれないよ。ただ目の前で見たかっこ悪いことはかっこ悪いっつって何が悪いんだよな。おはよう。なんかすげえ傷ついたわ。つまりの連絡先知らねえんだよな、俺。おこっつうかなんか傷ついた。すげえ。いや、まあ、俺のせいでいいよ、別に。そう思ってるんでしょ。まあまあ、それでも聞いてみたい感じない、ビラちゃんは。それでも、あえて聞いてみたいっていう。多分ね、台本が出てくるはずなの。ドルさんが書いた。俺の予想。要は、タクシーの中で何を会話してたのかとか、あの部屋の後どうなったのかとか、俺は聞きたいね。興味ある。作り話だとしても。いや、配信者も大変つうか、なんかめちゃめちゃ気持ち悪いよ、本当に。気分悪い。閲覧と金と女の話してたな。俺は興味あったね。閲覧と金と女の話ばっかりされたもんね。やってないこと言うかな。オフ会は神聖だっていうかさ、例えばみんながさ、この人に会いたいと思って店に来てさ、時間も割いてさ、会いに行くじゃん。で、会いに行って、でさ、終電逃してさ、あんなさ、配信されてさ、で目の前で女の子が泣いてたら、えってならない。え、どういうことってならない。女性リスナーがなぜかその配信を見て泣き始めて。で、俺突っ込んでないよ。何があったのか知らないし、話したくないっていうか言わなかったけど、そしたら自爆したじゃん。俺がどこの誰とバコって何が悪いんだよと。リスナーとオフパコして何が悪いんだよと。それはなんか違うなってなるでしょ。便所さんがまくりに行った?だから俺はなんかリスナーさんに対してそれはねえんじゃないのって。勘違い。そうそう、要は、爆走とパコるためのオフ会だったんじゃないのっていう話よ。鉄馬の言う通り、そうそう。要は、俺こんだけ集められんだろ、すげえんだろって言って、女酔わせて、パコりに行ったっていう風にしか見えない。それが出汁に使われたっていうことね。で、俺だけじゃなくて、リスナー全員出汁に使われたと思ってるから。人の財布ってリスナーさんのこと言ってるみたいで、言ってるみたいでじゃなくて、リスナーさんのこと言ってるじゃん。俺、リスナーさんのこと財布だなんて思ったこと一回もねえよ。言ってないじゃん。彼が言い始めたんだよ。人の財布に手突っ込むなよって。そういう目で見てるんでしょ?リスナーのことを。だと俺は思うけど。なんか悲しいね、ちょっと。別に面白い配信だったと思うよ。つばにゃんとのあのキスは。ただネタにされてそれをやっかむっていうのはどうかと思うけど。財布と思ってなかったら朝まで付き合うのが普通だと思うけど。と俺は思うよ。いや、わかんないよ。弁蔵さんがどう出るのか、俺には。たださ、閲覧500集まってんのは俺のおかげだとか言われてもさ、めちゃめちゃだよ、それは。人の名前散々出しといて。俺に感謝しろって、もう、天狗になりすぎだよね。俺はもう、関わるのやめるわ、マジで。どれとは。マジでやめる。いや、だから性欲で振り回される男とか、もうクソダサいと思ってるから。俺もだから間違ってるところとか弱いところは認めるよ。俺は勝てないよ、ドレさんに。強いよ、あの人は。で、英語も喋れないよ。顔も良くないよ。筋肉もないよ。今のところ関わる気ねえわ、コーナーさん。慣れたわ。ダサいよね。かずみ、こないだのオフ会始発前解散だったよ、ワド。始発前まで付き合ったじゃん。でさ、俺パコ配信やったかずみ。やってなくない？で、別にパコ配信やってもいいと思ってんの。で、それで叩かれたら、例えばさ、かずみ、こないだ始発前解散だけど夜中まで付き合ったじゃん、みんなに。でも限界だから帰るわっつって帰ったよね。その後俺がパコ配信やってもいいと思ってんの。で、パコ配信やった後、かずみがさ、ふざけんなってなった時に、俺が、いや、俺がどこで何やろうと勝手だろうって言っても、いや、別に勝手だよって。でもさ、叩かれたのを、おい、どれのせいだよって言ったらおかしいってならない？かずみちゃん。始発前解散でリスナーさんのせいにしたらおかしいと思わない？パコ配信やって炎上して、女の子が逃げちゃって、おい、かずみのせいだよ、ふざけんなよって言ったら怒らない？俺が言ってんのここなの。俺がやられてんのここなの。俺も始発前解散やった。だけど疲れてたの。で、ドレさんより長くオフ会やってたの。それをカズミのせいにされたらカズミだって怒るでしょ？俺は別にどこで誰とパコろうが、始発前解散にしようが、リスナーさん大事にしてればいいと思うのよ。だけど、それを、おい、カズミのせいで俺女逃げちゃったじゃねえかよ、ふざけんなよって言われたら怒るでしょ？カズミだって。どう？カズミ。みんなだって気分悪くない？みんなで、ここにいるみんなでオフ会やって、俺が、まあ今日解散ねって言ったら、女の子を誰か可愛い女の子引っ張ってって、ここでオフパコ配信やったと。まあそれはいいじゃん。その後次の日女の子が逃げたら、昨日いた全員のせいだよ。ビラちゃんマンのせいだよとかさ、猫助のせいだよ。おめえ俺のことこすったろコメントでって言われたら、頭くるでしょ？俺やられてんのそれだよ？名指しで。てめえがやったことぐらいてめえで責任取れよって思うでしょ？意味がわかんないでしょ？そうそう。だから俺は別に、そのオフ会を閉じてることに問題じゃないの。それを、なんつうの、出しに使われたって思うじゃん。意味がわかんないってなるじゃん。あや、例えばさ、俺と会ったさ、例えばあやさ、テルチャンピンとの時みんなにいて、俺が女の子連れ出しても、とはなるじゃん。あと、それはねえわって、まずなるじゃん。で、その後パコ配信やって女の子は逃げたと。お前、あやのせいだ、この野郎。あや、責任取れやって言われたらさ、はぁってなるじゃん。俺やられてんのそれだよ。いや、だからね、便所に詰められてて、ヘコヘコしてるんだよ、多分。俺見えてないからだけど。だけど、結局弱いもんにはやかるんだよ。弱いもんにはやかるの。で、強いもんには口出しないでペコペコする人間なんだよ。それを見てリスナーがどう思うかなんだよ。ハテナマークでしょ？で、しまいにはお前が稼げてんのは俺のおかげだとか言われるんだぜ。めちゃめちゃだよ、本当に。だったら配信やめろっていう俺の気持ちわかる？だったら配信に移すなよって俺言ってるだけだよ。だったらつばにゃんとのパコ配信移すなよって。だったら配信者のオフ会なんかやめちまえよって言ってんの。俺それだけだよ、言ってんの。そんな人に当てつけするんならっていう。お前が勘違いはるか。うん。俺はただそれを一貫して言ってるだけじゃん。だからあんなのはチンコだよ。喋りがうまいチンコでしょ。結局。喧嘩が強いチンコでしょ。ああ、株主総会ね。いい例えかもね。アツバニア以外に女性いたよ。だからオフ会にいた女の子が泣いたんじゃん。パコってんでしょ多分。わかんないよ。多分だけど。憶測だけど。いや、でも俺はちょっとかっこいい人だと思ってたからがっかりはしたのは事実だけどね。うん、ちょっとショックであんな言われ方して。リングに上がって逃げんなよって。今回のことと何が関係あんの？今回のことと、今回起きたことと、リングに上がること何が関係あるんですか？公文竜とやるって言ってたよね。俺別に上がるよ。俺別に上がってもいいよ。うん。何が文句あんの？何が関係あんの？しかも両方ともさ、あなたがお願いしたいんだよ。違う？ドレさんがワード来てくれって頭下げたことじゃないの。でそこに対してさ、何のギャラも払わないし、何の好意も示さないでディスられてんだよ、俺。ベンドさんと揉めてんの？いや、それは揉めるでしょ。うん。うん。いや、ベンドさんは、筋通すから、その辺はしっかりやるよ。なんでリンが上がるの？違う、なんで、俺が聞いてんの、ニコンさん。ドレさんが、クモンリュウとやるからワード来てくれって。で、閲覧が欲しいんだろうなと思ったから、いいですよって言って。ただ僕リング上がらないですよって言ってんの。うん。気に入らねえ奴はリングでボコるっていうね。うん。きっちりやるっていうかさ、俺別に変なこと言ってるわけじゃなくない？なんか、理不尽なこと言ってたんだったら、俺だって謝るじゃん。それはさすがに悪かったわって。理不尽なこと言ってなくない？何を言った俺、理不尽なこと。だからなんで俺配信やめちまえよって言ったのかっていうのは、ドレさんが、こんなんだったら配信できねえよって言ったの。女とツバニャ逃げたのはてめえらのせいだ、和道のせいだ、リスナー全員のせいだ。こんなんじゃ配信できねえよって言ったの。だからやめちまえって言ったの。うん、向いてねえよって言ったの。普通でしょ？そう思うでしょ？みんなも。向いてないよって。全然向いてないよ。うん。てめえには関係ないの一点張り？だったら放送やるなよ。本当に。だったら関わり持つなよ。一人でこそこそやってるよ。過疎に戻れよ。うん。俺らはつながり大事にしてやってきてんだよ。うん。いや、ベンドさんも切れるよ。それは。何で切れてんのかわかんないけど、後で見てみるよ。うん、コラボ向きじゃないよ、ほんと。ガチでしょ、うん、間違ったことは間違ったって言うよ、ボートさん。うん、便所のツイッター？ OK、ありがとう、情報。便所太郎さんのツイッター見ます。今、キャプルから待ってて。縄文人さんいらっしゃい。ちょっと待ってね。うん、あー、これはキャプれないわ。うん。うん。これ絶対キャプれないわ。ごめんみんな。絶対キャプれないわ。キャプチャーできない俺を許して。ごめん、俺にはこの勇気ねえわ。こんなことキャプったらドレさんの信用落ちちゃうよ。ごめんみんな。それぞれで見てほしい。ごめんね。俺にキャプチャーする勇気がない。ほんとごめん。うん。ごめんねみんな。ほんとごめん。今日の配信前に女性のところに電話が来て、ツバとは台本だって言ってた。女性？ドレさんの付き合ってる女性、肉体関係ないけど同棲予定だったらしいよ。あ、ジムの。違う。ビンゴで行ってダメだよ。リスナーであり配信者。おー。ジムの人じゃなくて、リスナーであり配信者と同棲予定なんだ。アイチュン。めくれてくるね、こうやって。あー。めくれてくるな、いろいろ。うん、そうだよ。瞬間的に見繕うことはできるのよ。瞬間的に見繕うことはできるの。だけど、長い目で見たら嘘はめくれるの。これ、エミさんの言葉なんだけど、エミさんが配信で言った言葉なんだけど、インターネットの世界は常に正しいことが勝つっていう。要は証拠が絶対出てくるの、この世界。証拠が必ず出てくる。事件です。はい。便所太郎と、どれの放送を見てください。めぐれ警部。うん。まあ、そういう世界だよな。うん。いや、関係あるのって。関係あるでしょ。うん。じゃあ、これも見てもらおうかな、みんなに。俺もここまでやりたくねえけどさ、昨日も見てもらったけど、ちょっと焼き回しのあれで申し訳ないんだけどさ、これもんちゃんと俺のやりとりね。これもんちゃんと俺のやりとり。あ、かーくんお疲れっす。いや怒るよ。かーくんごめんね、気分悪くさせたら。でも俺言いたいこと言っちゃうからさ、かーくんごめんね。これもんちゃんと俺のやりとりです。もんちゃんと俺のやりとり。いくよ。見えたら手挙げてください。もんちゃんと俺のやりとり。いくよ。でけたっていうのは、LINE ができたって。OK って。いくよ。ありがとう。ドレさんと何かあったのが心配で。緑色のが俺の会話ね。うん、緑色の方が俺。わらわら、もんちゃん。なんかドレさんへこんでたから、ネタにしていいのかわからなかったし。ここは俺の気遣いよ。要は、この、もんちゃんとのネタにしていいのか、ドレさんにも優しくしてるわけよ。そしたらこっからです。ドレさん、めっちゃ DM しつこかったし、ブロックした。こっちのことは何も考えないで。最後の練習。これ、捨て頃前のスパーリングもんちゃん来てたでしょ。そのことね。最後の練習の帰りも本番前なのに、ご飯行こう行こうで。私、便所太郎さんのセコンドだから、ここで出てくるでしょ。ツバニャンに相手してもらってって言ったんだけど、ずっと好きだよ、ご飯行こうってしつこかったんだよねって。俺、許可取ってますから。ネタにしてもいいって。いいよ。もうドレさんのことブロックしたし関わらないから。配信上でいじりとかだったらいいんだけど、裏だったから切った。裏でこういうことやってるんですよ、皆さん。裏でやってるの。俺らが怒ってんの、そこなのよ。どう思うみんな。裏でやってんの。もんちゃんにもちょっかい出してんのよ。で、ここが問題なの。ありがとう、了解ですって。要は、もう、要は、いいよ、情報ありがとねって言ったのよ。そしたらまだ来るの。まあ私、捨て頃があったし、嫌な空気作りたくなかったから、これもんちゃんの愛だよね。捨て頃のこと考えてるもんちゃんの愛だよ。捨て頃のことあったし、嫌な空気になりたくなかったから、適当に返事した私も悪いけど、つばには相手にしてってずっと断ってたけど、空気読めなさすぎ。私も面白いと思うし、悪い人じゃないと思ってるし、多少のことは許す。それが配信上だったらまだいいけど、俺と言ってること変わんないでしょ？それが配信上のネタだったらいいけど、裏だから必要ないと判断した。こういうことやりまくってんだよ。これ晒せるごく一部じゃん。許可取ってるから晒せるわけだけど。うん。これ、便所さんのセコンドの子にちょっかい出して、喧嘩したの。で、喧嘩したって言ってたけど、結局、もんちゃんが被害者だったんだよ。単純に気持ち悪いでしょ。うん。で、こういうのがいっぱいあるんだけど、俺は言えないよ。だからずっと俺は、だから女に気をつけてくださいよっていうアドバイスしてたの。いつかめくれるんでって、裏でやりましょうって、ドレさんに言ってたの。あなたかっこいい配信者だし、人気出てるんだからって。でも見せる必要ないし、めくれちゃいますよ、こういうことやってたらって。だからアドバイスしてたのに、自分で放送やったんじゃん。閲覧欲しくて。でしょ？で、それで俺のせいだって言ってんだよ。俺のせいだって言ってんだよ。どう思うみんな。いや、だから、別件の人にも、弁護士さんにも言ってるわけでしょ。多分被害者相当多いんだよ、これ。うん。いや、みんな可愛い子とご飯行きたいよね、カー君ね。うん。いや、飢えてるのはいいんだけど、別に。それ、飢えててもいいの、キャラクターだから。だけど、誰かが傷ついたりとか、誰か人のせいにするっていうのは違くないですかって言ってんの、俺は。別にいいの、女にだらしなくても。ファンが減るだけ、閲覧が減るだけ、花火が上がんないだけだから、別にいいの、俺は。知ったこっちゃない。そんなのは自分で全部ブーメランで返ってくるから。ただ、誰かが涙を流したり、誰かが傷ついたりするのを、笑い物にするのは違くないっつってんの、俺は。ただそれだけ。うん。俺と飯行ってんだろ、ダンボール、この野郎。てめえダンボール。おい。渚のハイカラ人形じゃあるめえし、イケメンとご飯行きたいだぞ、てめえ。バッキンガム宮殿にぶち込むぞ！そうなるでしょ。そうなるでしょ。俺とご飯行ったことある女の子がイケメンとご飯行きたいって。うん。ああ。じゃあ、イケメン、カー君とご飯。あ、ヒーローさんありがとう。ぷっぷくぷー！ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。うん猫助さん花火ありがとう猫助さんありがとういや、丸パクリでしょ、ここは、うん。ありがとうございます。今のバッキンガム良かったでしょ。そう、何を言うかじゃなくて、誰が言うかだから。何を言うかじゃなくて、誰が言うかだから。ヒーローさん大花火ありがとうありがとうぷっぷくぷーありがとうございます。何を、きっかけに何をきっかけにっつうか、まあ、ちょいちょい溜まってた部分はあるのよ、俺の中で。だから、正直言うと。これなくねっていうのは。だからまあ、かっこいい人だと思ってたから、ついていってただけなの。黙って。ただ、もう、俺までなんか、つばにゃんと俺の関係壊したのはどうだとか、わけわかんないこと言われたから、なんつうんだろう。それ違くねって話したら、なんか、てめえリング上がれとか、逃げんなよとか言われたから、じゃあいいよ、つって。うん、そんな感じ。ポッくんいらっしゃい。うん。めぐれ警部の、ちょっと、デカから情報が入りましたね。調べてきました。自分は独身なんだからと、誰と寝ようが声をかけようが自由だろうと発狂しておりました。ああ、なるほど。めぐれ警部、引き続き、調査お願いいたします。めぐれ警部、頼みますよ。うん。うん。女とうまくいかないのが、なんで俺のせいになるんだろうね。うん。のんちゃん、起きて。のんちゃん、どう思う？のんちゃん、ちょっとのんちゃんの考え言って。のんちゃんの考え？うん、オフ会の途中で、うん、なんか、みんな帰らせて、うん、なんか、なんだろう、爆走と、うん、なんか、二人きりで、うんなんか、自分家にしけ込んで、うん、自分の家に連れ込んで、うん、それを配信にしちゃうっていうのは、うん、もうなんか、不安だったら絶対許せないと思う。だよね。うん。うん、ありがとう。ちょっと切り札使ったけど、あんまり面白くなかった。今日調子悪いな、俺のポケモン。うん、なんか、コメンテーターみたいなこと言ってた。無難なこと言うコメンテーターみたいな感じだ。ちょっとごめん、俺のポケモンあんまり調子良くなかったわ。寝起きだったわ。うん、俺のポケモンちょっとキレが悪かった。普通だったね。コメント置きに行ったよね。嘘っちょ川上みたいなこと言ってたのね。ホラッチョ川上みたいなこと言って。うん、心霊みたいだった。うん、はい、ワード2、ハリセンミノル、おはよう。リスナーおよび配信者がモテないから嫉妬してる、うん、嫉妬してるの、もう本当に痛え親父だなマジで。いやリスナーディスは俺ですらやらないよあのね、悪名高い俺ですらやらないんだよ。それがどんだけやっちゃいけないことか。例えばね、俺が言ってんのは、ドレさんに注意したこともう一つあるの。要は、俺の花火師さんにケチをつけたの。あいつはどうだこうだって。で、これはなんでタブーなのか言ったのよ。なんでタブーなのか。俺とドレさんがラーメン屋の店主で例えると、ね。俺は、ラーメン和道、ラーメンどれの店主ね。で、あい。ラーメンどれまずいっすよねって客に言うのまずダメだよね。お客さんにラーメンどれまずいっすよねって。これまずダメなんだよ。わかる？ラーメンどれも和道のラーメンなんてしょっぱくて食えねえよってやってるのよ。で、俺言ってないの。ラーメン和道はひたすらラーメンを作ってたの。だけど、いやーなんか嫌っすよね。ラーメン和道のしょっぱくて。なんかうるさいっすよね、あそこの店主。あんな店僕だったら行きませんわ。こんな感じ。で、今度、まだ俺は耐えてたの。うまいラーメン作ろう。美味しいラーメン作ろうって。ラーメンどれは美味しいんだ。だから行列ができてんだ。頑張ろうってやってたら、今度、見てくださいよって。ラーメンどれが、ラーメン和道に言うの。ラーメンどれね。見てくださいよ。ラーメン和道の客層。ラーメン和道の客層、みんなクズですよ。あり得る？まずないじゃん。次やったの。ラーメン和道にいる、誰々ってやつ頭悪いっすよね。ラーメン和道で食ってる誰々ってやつ見ました。気持ち悪いって。ありえないでしょ。それは文句言うでしょ。ちょっと待ってくださいって。お客さんの悪口やめてもらってもいいですかって。絶対怒るでしょ、みんなだったら。これやられてんだよ、俺。で、今度、いやー、ラーメンどれから言われたのか。いやー、僕の店で今度オープニングやるんです。セレオープンやるんで、どうかラーメン和道の店主さんに来てもらえると箔がつくんで、コラボ、ちょっとお願いしますよ。うちのラーメン試食してくださいよ。いや、いいっすよって。うちも営業があるんで勘弁してください。頼みます。いや、勘弁してくださいよ。僕、仕事があるんで。いや、頼みます。ほんと箔つけたいんす。ラーメン和道にラーメン食ってもらいたいんすって。仕方なく言ったの。ラーメンどれにもラーメン和道に行くペニーさんっていうラーメン屋さんがいて、和道くん頼むよって。ワド君、俺も行くからって。あ、わかりましたって。ペニーさんが言うなら仕方ないっす。そしたら、カー君っていううちの常連さんも一緒に行こうって。ラーメンどれちょっと応援してやろうよって。で、行ったの。そしたらラーメン作るのやめちゃったの。電池がなくなっちゃったっつって放送止めちゃったのよ。ラーメン作んなくてお客さん行列なの。あ、大変だっつって。そしたら、ツバニャンっていう別のラーメン屋さんが、ラーメンワド、機材一緒だからやってあげなよ。ラーメン作ってあげない。いいよ。わかった。じゃあ俺が作るわってやってたら、てめえ人の店でお前ラーメン作るってどういうことだこの野郎。はぁって。で、そしたら営業終了ですってなったら、お客さんの可愛い女の子を連れて、別のラーメン屋でセックス配信始めちゃうの。チュッチュとか言って。で、それで、いや、俺が言ったの。ラーメン屋で。もうさすがにねえわって。ラーメンどれさすがにねえわっつって、もう、ラーメン作る気ないっしょっつったら、なんだてめえこの野郎営業妨害かよ！おめえのせいでパコれなかったんだよ！どういうこと？めちゃくちゃでしょ？もうやってること。だから俺は言ったの。今日怒って。もうラーメン作るのやめたらどうすかって。もうラーメン向いてないっすよって。そしたらなんかもう拗ねちゃった。どう？みんな。信念がないのよ、本当に。添加物入れまくってんの。添加物、味の素入れすぎてもわかんなくなってんのよ。閲覧水増しツールって言って。閲覧水増しツール、添加物ですよ、これはラーメン。配信で言うところの味の素なの。配信水増しツールで。今度は何言い始めたかって言ったら、こう言い始めたの。おいって。なんだてめえ、俺の店に文句あんのかよ。俺の店のおかげでお前の店成り立ってんだろ？俺がお前の話したらよ、今日お前500人もお客さん来たんじゃねえかよ。どうなんだよ、この野郎とか言って。もう子供じゃないんで。うちはうちでラーメン作るんで。もう、どうぞって。どう思う？俺が言ってるの正しくないっすか？ラーメンで例えるなら、めちゃくちゃでしょ？うん。いや、今までで、いや、だから一個一個言ってるよ、ミーコ。一個一個言ってる。俺が間違ってる？俺間違ってる？どうかな？そう、細々とやってきたの、うちは。なんだかんだ4年間、正直そこそこなんですよ。正直。正直ね。なんかちょっとね、日によってはね、ラーメン冷たい時とかもあんのよ。あ、調子悪いね、ワド、つって。でも200人来んの。あ、嫌いじゃないよ、つって。今日外れだね、なんつって。今日、ラーメンちょっと冷てえよ、ワド、なんつってね。でも美味しい時うめえんだよな、おめえのラーメンな、つって。ありがとうございます。すいません、つって。どうもすいません、つって。頑張ります、つって。細々やってきたの。そしたらね、4年目、5年目に入ったら、なんか最近ちょっといいね、新作、つって。豚骨なんつって。あ、でもいいじゃん、これ美味しくなってきたよ、だんだん、つって。流行るといいね、なんて言ってたの。もう通ってる常連さんと和気あいあいとやってたら、もうなんか新しく出たポットでのチェーン店で、味の素裏でドバドバ入れてるやつがいいんだよ。ドバドバ味の素入れて。うちはコツコツ修行しながらやってきたの。指入ってねえわ。今日は、だからもう、今日はどうだろうね。そんな感じだよね。まあ、勘弁してほしいよな、本当に。煮卵入れちゃうか、本当に。あ、じゃあ1時間経過したんでアイテムタイムです。皆さん、アイテムよろしくお願いします。2分間音楽流すので、お気持ちでアイテムいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。アイテムタイムスタートです。花火ありがとう、ステラさん。花火ありがとう。花火ありがとう、ステラさん。ありがとうございます。風船ありがとう、さくらんぼさん。猫助デンジャラスゾーンさん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうね、みんな。で、りえちゃん、風船5個ありがとう。ポックンもね、ポックンもハートありがとう。りえちゃん、風船5個ありがとう。ジェイさん、ハート2つありがとう。ありがとうございます、皆さん。風船5個、紫の日の花さん、ありがとう。風船5個。まなかにさん、風船10個ありがとう。まるちゃん、風船5個ありがとう。ヒーロさん、花火ありがとうございます。ぷっぷく亭こけしさん、風船ありがとうございます。ありがとう。みんなアイテムありがとう。お、ケンさん、バーガー5個ありがとう。ケンさんお世話になってます。ぷっぷく亭こけし、風船10個ありがとう。ペラチオミさん、ハート5個ありがとうございます。それではラスト10秒です。ありがとう。ハッピーさん、風船5個ありがとう。ステラさん、風船30個ありがとう。ありがとう。ステアカさん、久しぶり。ステアカ久しぶり。風船10個ありがとう。アイテムありがとうございます。お気持ちありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。ポックンハートプレゼントありがとう。ありがとうみんな。みんなありがとう。バーガーありがとう。ゆかで、おはよう。29個バーガーありがとうございます。みんなありがとうね。みんなありがとう。ありがとうございます。だからさ、俺配信ってさ、人間性がもろ出ると思ってんの。人間性が。なんでかっていうと人間が喋ってやるから。で、別に間違ってていいんだよ。正しくなくていいんだよ。普通にやってこうよって話なのよ。だけど台本書いたりとかさ、見栄張ったり閲覧増やそうとしたりとか、そんなことやる暇あったらさ、企画を考えたりとか、裏で仕込みをちゃんとやるべきじゃないって思うの。コツコツ。俺、深夜長の背中見てんだよ。ずーっと配信外でヤマトさんと打ち合わせしてたよ、サッカーの。サッカーの打ち合わせ、動画をどうしようとか、こうしようとか、どうやったら閲覧増えるかなって。で、ドレ君呼んでよって言われたの。ワード、ドレ君呼んでって。もしよかったらドレ君のためにもなるし、俺のためにもなるし、みんなが閲覧増えるし、リスナーさんも楽しめるから。そういうのを無限にされたんだよ、俺は。わかる？ドレさんに、だから香川さんの企画も、ね、ドレさんチャンスだから香川さん呼んでるから行くって。深夜長が呼んでるよ、行くって。ずーっと声かけてるんだよ。で、沖縄の時は、テルチャンピンの企画だったの。だから俺に口出す権限ないから誘えなかったら、なんで俺誘わねえんだよ。ワード。なんで俺を誘わねえんだよ。何それ。子供かよ。一人の企画に口出すなよ。じゃあてめえで企画なんかやったことあんのかよ。てめえの企画やったことあんのかよ。人の企画に口出すんだったら。乗っかってばっかりじゃねえかよ。一つでもやったことあんのかよ。旅でも山手線一周でも、何でも。リア凸町まで人だよりかよ。おかしいんじゃねえの。自分の力でやってみろよ、一本。一つ、男だったら。みんなそれ乗り越えてやってんだよ。ちげえか？みんな苦しい思いしながら面白さってなんだろうってやってきてんじゃないの？俺はそういう努力っていうのは今後につながると思うよ。下積みっていうか。これやったらダメなのかどうかわかんないんだよ。うん。小手先でやってるからさ。うん。そう、便所さんのイベントだよ。なんか自分が主人公と勘違いしてるんだよ。うん。俺は便所さんの恩を返すために便所さんの企画の時は黒子に徹したけどね。うん。サッカーだって黒子に徹するよ。企画が盛り上がればいいんだよ。自分が主役じゃないんだよ。子供じゃねえんだから。うん、みんな一生懸命自分の企画必死になって仲間が支えてるんだよ。なんで我が物面なんだよ。うん、だいたいさ、自分の放送音階やるんだったらさ、バッテリーぐらい充電しとけよ。かすかよ。うん、あと配信者呼ぶな、今後。自分で企画やんなら。うん、配信者呼んで文句言うぐらいだったら人を誘うなって感じだよ。そう思わない？配信者呼んで、ね、ギャラも出さねえで文句言うってどんなやつだよ、本当に。カスだよ、カス。カス野郎だよ。カクも出んの、うん、いや、もう、人がいなくなるよ、周りから。周りから人がどんどんいなくなっちゃう。こんなことやってたら。いいんじゃない？うん、閲覧が全てなんでしょ、うん、閲覧が増えたら偉いって。胃の中の蛙だよ、うんうん、オフ会に配信者呼んでる生主初めて見たよ。俺もだよ。びっくりだよ。なんか釘刺したじゃん、2回も3回も、うんうん、配信者の人怖い、うん、いや、痛々しいよな。なんであんなに声張り上げて。だから女に逃げられたからでしょ。うん、女心分かってねえ証拠だよ。うん、なんでさ、とあるリスナーさんのところには、和道くん、一緒にご飯食べようって集まって、うん、和道くんと飯食いたい、和道くんと会いたいって言われてんのに、どれのところには人が集まらないのかって。惨めなおじさんだよ、ほんと。ラーメン屋の例えよかった、ありがとう。愛ちゃんこんばんは。ないわ。つばにゃんかわいそうっていうか、いや別につばにゃんかわいそうじゃないよ。なんでもないよ。あいつは、はっきり言うよ。つばにゃんって、ドラゴンクエストで言うと、無道だから。そんなに弱くねえから。スライムとか可愛いの。ホイミスライムとかね、こういうのは守ってあげないための。僕悪いモンスターじゃないよって。連れて行ってよってなるのよ。いじめないでって。僕を仲間にしてよってなるけど、ああ、来い来いってなるけど、あれ、無道だから。てれてっててててーっつってもうすごいから。効かないから。あいつは強えぞ。かわいそうとかないや。タフだから。うん、まあ、あんな切れ方見たら行きたくねえわな。うん。ツバニャンなんてもう、その辺の男なんかもう全部手下にするようなやつだからね。うん。しもべ A、しもべ B を呼び出した。つって。デスタムーアだね。本当にね。うん、ギガスラッシュが効かないから。ギガスラッシュ何十発も撃たない倒せないから。しょうもない。あいつは強えよ。俺はツバニャンにはそこは、要はね、ツバニャンはね、狡猾だから、体力もあるから。あれは配信者だよ。あれは配信者だよ。だってさ、佐野智則と寝た、金梅を手玉にした女だよ。うん。どれの深夜食堂なんか小せえ男と付き合うわけねえだろ。話題にもなりやしねえよ。強いよ。俺はあの女は信用してっから。あの女はできる女だから、配信者として。はい、俺が怒ってんのはどれの人間性じゃない。配信論について言ってんでしょ。配信者としてそれどうなのっていうことをずっと言ってんのよ。わかる？女に対しても口出ししてない。人格否定もしてない。配信者としてどうなんすかって。ラーメン屋の店主としてどうなんすかっつってんの。しまいにはリスワン俺のおかげで取れたとか、もう笑わせんなよ、本当に。俺何ヶ月連続でリスワン取ってると思ってんのよ。勘弁してくれよ、本当に。ねえ、そういうこと言っちゃダメだよ。花火投げろなんて発言権ねえんだよ。言っていいぐらいのラインだったら花火いただけると助かりますって。飯食いたいっすよって。誰か頼みますってお願いするならわかるよ。花火投げねえんだったら帰れなんてよ。どんなラーメン屋だよ。いや、これから死んでく配信者だから。まあまあ痛い目見るっしょ。まあ入院をお勧めするよ、俺は。統合失調症を再発する前に入院した方がいいよ。まあでもリング上がれはもう最低な発言だったよな。俺は正直がっかりした。おいワード、てめえリングで蹴りつけようぜって。リングですかって。配信者なのに？ありがとう、目撃情報。リスナーにひたすら切れるだけの配信でした。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、かーくん？いや、まあまあ、かーくんはモテると思うよ。もしかーくんが配信やるんだったら俺全然応援するから。あのタイプが説得力失ったら生きてけん。そうだよ。だから守ってたんだよ。俺はどれの深夜食堂っていうブランドを守ってたんだよ。花火投げないとブロック？向いてねえわ。ニコ生からやり直せ。おい、どれニコ生からやり直せよ。お前ニコ生で結果出せんの？コリン製花火ありがとう。アイラもよ、関慎吾もよ、俺もよ、よっさんもよ、鮫島もよ、ちゃんまんもよ、ゆいがもよ、桃ななももよ、なあ、石川のりゆきもよ、全員結果出してるからね。ニコ生で。お前街歩いてて声かけらんねえだろ、どれ。胃の中の蛙で、せいぜい頑張れよ。俺の方が閲覧多いだって。街歩いてても挙動ってばっかりで。小せえ男だな。いや、もう解散でしょ、婦人部は。婦人部は解散だよ。婦人部解散。まあ一回痛い目見た方がいいよね。可愛がられすぎ。アメリカ人おはよう。バーガーありがとう。アメリカ人ちょっと、凸上がれる？アメリカ人ちょっと凸上がれたら上がって。アメリカ人。アメリカ人凸上がれたら上がろう。スカイプかけてきて。スカイプじゃない、LINE かけてきて。リスナーにボケカスはねえわ。どんなに見ててもアンチですらリスナーさんだから。で、アンチを作るのは自分だから。いやー、ちょっとひどいよな。いやー、囲いリスナーにも暴言吐いてんだ。もうぶっ壊れたんでしょ。死んだんだよ。お、凸かかってきた。もしもーし。Good morning. Good morning, everyone.はい。どうしました？今回のどれの深夜食堂の一連の流れ知ってる？なんかどれさんいつもなんか揉めてる、なんかトラブル起きてるイメージしかないけど、あんま知らないんですけど。あんま知らないんだ。なんか女関係どうのこうのとかっていうのはちらっと聞いたんですけど。まあ簡単に言うとオフ会やったんだよ。ああ、見てました、見てました。うん。で、その後、妻にゃんと、チュッチュ配信やったの。あの、にゃんつばって言ってる人と。そうそうそう。そしたら、キスをしたら付き合うみたいな流れになったの。うん。で、まあ結論から言うと配信は切れたんだけど、Oh no. うん。あの、つばにゃん逃げたの。あ、逃げたの？ワンチャンそれあったじゃなくて。そう。逃亡された。そう、逃亡されたの。うん。ないわ、つって。うん。ないわ、つって、逃げたのね。はい。そしたら、はい、今日の枠のオープニング一発目に、リスナーと和道のせいだって吠えまくってたの、10分間。ああ、もう、それはもうちょっとやっぱもう白シャツ着て、ボタン、うん、多めに開けてたらちょっとモテると勘違いした発言ですね。そう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 。さすが。さすが。お前、あれだな、配信会のデーブ・スペクターだな、ほんと。いや、もう、それはもうデーブ・スペクターかどうかわからないけど、とりあえず、要は、関係ない和道さんのせいにされたってことです。そう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 。俺はキャスバーで3次会やって、ドレさんのリスナーと飲みながら、キャスバーのモニターに全部ドレさんの放送、つばにゃんとのちょっと配信をやってみながら、もうディスってたの。ふざけんじゃねえよっつって。そうです。そしたら、もう発狂してたの、今日。どうも。だって和道さんには解放さんいるからね。うん、そうそう。まあ、俺にはポケモンがいっぱいいるわけだから。そう。Oh no. ポケモン。美人なポケモンは、可愛い美人な、ほら、コレクション用のポケモンっているじゃん。可愛いやつ。ピカチュウとかさ。あれは大木戸博士に預けてあるから。うん。配信に、なかなか戦闘には使わないんだけど。うん。やばいな、本当に。やばいよね。で、いや、で、詰められまくってんの。週末、なんか、ドレさん、誰だって、クモン流って人と戦うじゃないですか。そうそうそう、それが繋がっててね。で、さっき喧嘩つつかかってきたから、ボロボロに論破してやったのよ。あ、クモン流さんか？違う。どれか俺に、ワドてめえのせいでこの野郎っつって、やかられたから、もう配信やめちまえっつったのね。うん。で、なるほど。そしたらドレさんなんて言ったかっていうと、てめえリング上がれこの野郎って言ったの。だってどう考えたってまともに格闘経験あるのってドレさんと達彦しかいないじゃないですか。そうそうそう。で、俺は言ったのよ。まあ正直負けると。ただ、てめえに逃げるって言われたくないから、行ってやるよって。はい、てめえとリング上がって、お前俺のこと3分間ボコボコにしろって言ったら、おーとか言って。おー、そんな相手は殴れないなとか言ってんの。どう思う？アメリカ人。いや、もう格闘技、リング上がったらそんな相手もクソもないでしょ。ああ、ひどいよね、本当に。だって普通に考えて、だってステゴールでもね、格闘経歴ない人でドレさんと戦ったり、ベンドさんと戦ったりとか。してる人もいるじゃないですか。いる。それで上がってきて、それで、そんな人を殴れない。お前が格闘技やめちまえよって話だよ。本当だよね。まあ、それが聞きたかった。俺、行った方がいいかな。アメリカ人だってあれでしょ？レフェリーじゃなくてゴングマンでしょ？いや、私も行こうか行かないかちょっと悩んでるんですよね、正直。え、何それ？え、何？え、ドレさんに頼まれたの？いや、ドレさんいつも頼むとき、達彦通して頼んでくるんで。え、ドレさんから直接連絡あるんじゃなくて、達彦経由で頼まれんの？まあ、それか配信上で頼まれるぐらいですかね。まあ、一回ダイレクトメールで来たかな、来てないかなってぐらいで、基本達彦が教えてくれる。やっぱり人を使うんだ。クソかっこ悪いな。俺もそうなんだよ。香川さん繋いでくんね。便所さん誘ってくんねって全部出しに使われんの、毎回。ああ、それはもうちょっとダメですね。え、何？アメリカ人にアポ取るのも達彦を使うぐらいの？なんかわかんないけど、基本的になんか達彦はもうちょっとメンバー呼びと、なんか達彦が悩んでたんですよ、この前。なんで？要は、そのいっぱいいろんな人を呼びたいって言って、俺だから解放、盛り上げるために解放を呼ぼうかっつったら、いや、俺と公文竜の企画潰す気かよって言われて怒られたの、俺。そしたらさ、こいつ、ランハゲ呼んでんだよ。なんだこいつ。で、メアリカ人メン24時間ファッチとか私がそう同時でやった時にやったそのメンバーとか、まあ、例えば何人か呼びたいで達彦は言ってたんですけど、呼びたいよね。俺もだからみんなで盛り上げようって言って、海宝呼んでいいとかロコさん呼んでいいって毎回脱線してんのよ。でその一試合だけだと面白くないから、まあ遊びでも何でもいいから試合してもいいんじゃないのかなって言ってたんですけど、ダメって言ってて、どれがで、それで悩んでましたね、彼は。もう本当に、しかもさ、金を全部達彦に出させるの知ってる？俺さ、リング代って、前のやつでしょ？そう。リング代あそこ15,000円かかんの。だからみんなで割り勘しようっつって、俺財布出したら、いや、いいんだよ、とか言って、ドレさんが。いや、いいんだよ、じゃねえよ、と思って。達彦が毎回出してるから、あれ、4回やったから6万かかってんだよ、あれ。今回は割り勘かもしれないとはぼやいてましたけど。いや、割り勘でしょ、どう考えても、普通に考えて。だから、もう金と。ドレさんと達彦の割り勘って言ってました。いや、もうね、もうダメだよ、あいつ。さっきもね、何言ってたかって言ったらさ、なんか、お前、俺のおかげで花火上がったんだって、俺に言ったの。ドレさんが、和道が花火上がったのは俺のおかげだと。で、なんて言ったかって、人の財布に手出すなって言われたんだよ。リスナー財布発言ですよ。Oh, no. どう思うこれ。リスナーさんがいて初めて配信って成り立つもので、お金じゃないよ。そう。それを人の財布に手出すな発言ですよ。Oh, no. もうバックレようかな、俺。もうなんかもうどれと関わる気ないわ。俺行かねえわ。バックレるって言って、もう言っちゃったらバックレてないじゃない。まあ、もう行くのやめる。もうどれと関わんの。もう行かないんですか？行かないもう。なんかめんどくさいもん。もう、公文竜かわいそうだけどさ、ちょっと、どう思う？そもそも、ランハゲさんなんで来るんですか？いや、だからネームバリューにペコペコですよ。絡みたくても、ランハゲ兄やんにペコペコしてるんだよ。ああ、なるほど。そう、強いやつにはやからないから、あいつ。ああ、怖いね。怖いよね。そもそもなんで試合になったのかが全然わからないけども、10-0 で結果見えてるから。いや、見えてるけど、要は俺がかっこいいっていうのやりたいのよ。いろんな理由をつけて女にモテるとか閲覧伸ばすためだけにやってんの、あいつは配信を。もう笑わせる気なんか一つもないのよ。プップクプー配信ですか？そうだよ。普通さ、だってさ、どれが負けるところとか美味しいじゃん。配信者だったらちょっとダウン一発ぐらいとかさ、まあ、もらってみっか、みたいなのあんじゃん。プロレスラーっていうんだったら。盛り上げるためだったら、お、どれを聞かせたみたいな。勝っていいんだよ、別に。でももう、毎回もこんな顔して、こんな顔して、もうこんなんなんじゃん、最後。パンチ。達彦毎回ボコしてんじゃん。あれ、いじめだぜ。達彦ね、あれ、多分ね、練習中にね、多分2回ぐらいトイレで吐いてますからね。いや、吐いてるよ。あれ、だからもう、どれがさ、俺の時にはね、おい、ワド力入りすぎだよ。おい、やられるぞ！ワド力抜けっつってんのに、自分の時だけもう北斗の剣みたいになっちゃってんの。おめえが力抜けよ、バカって感じだよな。だって、ヒカル君膝壊したからね、あれで。捨て頃前、一週間前。プロテクター一番いいのつけてるのに一番動かないから。よく言った。よく言った。よく言った。もう一回聞きたい。何？アメリカ人、もう一回言ってあげて。プロテクター足のあるじゃないですか。あるあるある。あれ、一番人よりいいのつけてて、一番端っこで見てて。弁当さんが、じゃあ、ドルさんちょっと一緒にやりましょう。ちょっと俺はいいわ、年だから。なあ。そうなるよな、ちょっとな。今後の流れ。じゃあ、アメリカ人ちょっと行くか行かないか考えてる。ちょっと考えよう、今後。わかりました。オッケーオッケー。じゃあ、また連絡ちょうだい。ありがとね。待ちました。はい。失礼します。See you. See you. See you って言って別れんだ、あいつ。ちょっと新しい情報だね。See you って言って切ったね。キャラ徹底してるわ。いや、ストライキでしょ。達彦にも聞きたいよね。ちょっとどれのこと、どう思ってんの。お互い金がないから喧嘩すると言った。ブレないキャラ設定だね。さっきからくるくる放送どう？ミラさんがさっきからくるくるって書いてんだけど。うん。でも、クモンリュウを応援したいっていう気持ちもちょっとあるんだよな、俺の中で。クモンリュウを。あ、そうそう、皆さんすいません。リスワン1位、寝てたら朝起きたら連絡が来て取れました。ありがとうございます。今月も、皆さんの閲覧のおかげで、リスワン、9期連続かな ?9 期連続でいただけましたので、今後ともよろしくお願いします。運営の方からも、1万ポイントいただきました。貴重な1万円なので、いくら花火をもらっても、怠慢せず、皆様から1万円の負担が減ると思って精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いします。いつもありがとうございます。9ヶ月連続。ふわっち来てから、1回も取りこぼしてないです。ありがとうございます。皆さんのおかげです、本当に。今後ともよろしくお願いします。うん、ありがとう。ありがとう。これからもよろしくね。うん。かぶせなきゃ、かぶせなきゃ。ああ、ああ、かぶせよ。かぶせよ、かぶせよ。ああ、嬉しい。ありがとう。俺、お前らと出会えてよかったよ、本当に。そういう。ありがとう。リスワン取れて嬉しいよ、マジで。ありがとう。あ、めいて、めいて。あ、めいて、めいて。ああ、めいたい、めいたい。ここですぐ目薬がスッと出るところが配信者だよね。配信者の部屋って配信の手のところにわさびとかからしとか目薬とか常にあるから。ああ、面白い、本当に。なんで泣いたの？ファーでしょ、本当に。うん、許さねえよ。うん、そうスースーする。うん、聞いたわ。ああ、面白い。追い込まれろ、追い込まれろ。配信は甘くねえぞ。もういいよ、処置入院でしょ、こんなもん。いや、あれに騙されんだよ、簡単に。そういう世界だよ。今年の夏が一番幸せ。思い出のマーニー。今年の夏、大好き。うん、夏はね、うん、そうだね。夏中が来るからな、これから。荒れるぞ。俺ら配信者って、夏って暑くなったりすると季節を感じるんじゃないの。夏中って言って、中学生とか小学生が、わんさか現れて荒らすのよ。だからツイッター欄見てごらん、配信者の。夏が来た。夏中だっつって、みんな配信者はブルブル震えるんだよ。配信者は。最も恐れてることなんだよ。まあ、配信者は今が青春だよ。吉北さんおはよう。そう、配信者は青春なんだよ。だ昨日、よっさんとも飯食ったんだけど、やっぱよっさんに伝えたもん。よっさんがベロベロに酔っ払って泣きながら、俺は配信始めてよかったよ。俺、素人童貞捨てられたの配信始めてからなんだよ。お金も稼げるんだよ。街に行ったらちやほやされるんだよ。配信やってなかったらこんなことなかったよって泣いたんだよ。俺ね、もう泣いちゃって、それ見て。もうなんか、配信がよっさんの人生を変えたんだよ。今では可愛いとか、かっこいいとか言われるよ。歩くだけでよちよちって呼ばれるじゃん。でもね、よっさんはね、バイト先で惚れるか？仕事先によっさんがいて惚れないじゃん。よっさんの人生を配信が変えたんだよね。俺それがすごい好きで。そう。なんか真に迫るものがあったんだよね。よっさんかっこいいなと思って。よっさん配信と出会って、素人童貞捨てたんだって。童貞の人はわかるかもしれないけど、すごいコンプレックスなんだよ、やっぱり。童貞って。そう。だからセックスしたことがないって、プロ以外とって。あ、わかんない。俺、それは。正直わかんないわ。うん。もし、でも、コーラね、もし仮に、俺が誰かと肉体関係あったとしても、俺は喋らない。なんでかっていうと、セックスっていうのは、他に人がいることだから。ドレさんだけをディスることにならないのね。だから、もし知ったとしても誰と誰がバコってても、その人の女性のプライバシーがあるから、俺は絶対喋ることはない。で、俺のパコネタっていうのは実は、セックスしたかどうかっていうのは個人情報を絶対出さないし、どの女の子がわからないように絶対話し、何よりも女の子にネタにしていいかっていうのを必ず聞く。必ず聞く、俺は。うん。そう。だから、たとえそれがディスの対象の相手だとしても、俺はセックスの話はしちゃいけないと思ってんだ。ごめんね、コーラ。うん。だからそれはやめよう。うん。それはね、俺の中でもタブーの一個なんだよね。うん。うん。そう。セックスの話はしない。うん。人と人とか愛し合うのに理由はいらないじゃん。それは祝福するよ。どんな人であれ。うん。うん。そう。本当はセックスするだけでさ、奇跡なんだよ。つのっち初見さん、いらっしゃい、おはよう。もしよかったらフォローしてください。あ、皆さんにお願いがあります。YouTube ライブの方、力入れていこうと思ってますので、YouTube 動画も編集していきます。チャンネル登録、下の URL をクリックすると、気軽に YouTube、登録できますので、ぜひ YouTube チャンネル登録をお願いします。力を貸してください。Twitter、Facebook、LINE などもやってますので、ぜひお願いします。あ、鉄馬お帰り。うん。まあまあ、1000人超えたらね、なかなか読まれなくなってくるよな、だんだんな。それはしょうがないことだよ。人気が出てきたってことだから。今日、うなちゃんマンにコメントおはようって打ったら怒られちゃったよ。おや、わだおや、俺よ。八方美人綺麗だから、おめえのコメントは読まねえわ。まあ、ブロックは入れねえけどよ。って言われた。なんか、香川さんとのコラボがやっぱまずかったらしい。うん。なんか、ちゃんまんに嫌われちゃってすげえ、ショック。朝からイライラしてて。その上でどれになんかディスられたからもうイラーってして、それどれにぶつけたっていうのはちょっとあるんだよね。うん。あ、もちんさんいらっしゃい。土星論で圧倒された。もしよかったらフォローして、もちんさん。そう。うん、ちゃんまんにちょっと悪いことしたなと思って。ああ、YouTube 登録ありがとね、みんな。Twitter ももしよかったらフォローしてください。よろしくです。でもね、一回ね、リスナーに追い込まれるっていう経験をした方がいいよ。だって今まで囲われすぎだもん、ドルさん。ちょっと囲われすぎだし、苦労を知らないで花火投げられすぎだよ。ちょっといい思いしすぎ。うん、佐野さん、ちゃんまん、うなちゃんは同一人物。そうだよ。うん。同一人物。呼び名が違うの。うなちゃんまん、うなちゃんまんが正式名称なのね。小手藩。で、佐野智則が本名。だから佐野さんとかちゃんまんっていうのはうな。うなとちゃんまんは、だから、その略し方が違うんだけど。俺はちゃんまんって呼べって言われてる。うん。そう。俺はちゃんまんから正式にちゃんまんって呼べはどうって言われてる。そう。全部同一人物。調査結果、自分はアスリートなので早死にする。なんだよ、今度は同情作戦かよ、女の気引こうと思って。古いよ、やり方が。俺はもう寿命がないって、映画化って。映画化映画の主人公なのか女の気を引くためだったら何でもやるからな。しょうもない。うん、いや、リスペクトはできねえだろ。うん。暴露内容とかないよ。暴露はない、別に。うん。アスリートは早死にだよ。文系、体育会系、理系で計算したことあるの。大学の調査があるの。で、実は体育会系の職業って警察官とか決められてんの、警備会社とか。で、追跡調査やったら62歳が平均寿命なの。だから、酸素を供給するわけじゃん、アスリートって。で、酸素って毒なのよ。酸素ってエネルギーなんだけど毒なの。これはね、生物学とか勉強するとちゃんとわかるんだけど、要は、体を鍛えるってターンオーバーを早めることなのね。細胞分裂が早いの。だから絶対寿命短いの。だからドルさんは多分70歳まで生きらんない。それ分かってやってるから。体育会系は寿命が早い。で、文系と理系だったら理系の方が長いんだよね。87歳が理系で、文系が82歳かな。そう。もうこれ結果出てんの。だから、ストレスと、酸素の供給を上げたらダメなんだよ。長生きしたかったら。もちんありがとう。応援ありがとう。そう、すごい短いんだよ。62歳。だから平均寿命だと70何歳になるけど、実は体育会系ってめちゃめちゃ短い。だから、お相撲さんとかアスリート、プロレスラーとか格闘家って寿命早くない?みんな。言われてみたら。異常に、もう力道山刺されたのか。ジャイアント馬場さんとかさ、事故死の可能性も高いし、寿命も短いんだよ。スポーツやりまくってる人は。うん。あ、どうも、石川のりゆきさん。早いでしょ、芸能界とかでも体鍛えてる人。これはもう宿命なの。ファイターとかの。それに加えてパンチドラッカーとかさ、いろいろあるわけだから。うん。トラブル起こしやすいんだよね。もうそれ覚悟の上でやってると思うよ。アスリートは早死にする。相撲取りも早いよね。うん、まあ、相撲取りの場合はね、明らかにもう糖尿病とか絶対併発するからね。うん、それはしょうがないの。宿命なんだよ。猪木は何歳だろうね。猪木は長生きだよね。だから、まあ、なんつうの、全員が全員そうっていうわけじゃないんだけど、実際ノンストレスで病気にもかからず、天命全うする120歳って言われてんの。それをストレスがあったりとか、怪我とかでどんどん削られていくのよ。で、ファイターとか筋トレってあれ、細胞を壊す感じじゃん。で、超回復狙えるってことはターンオーバー狙うわけでしょ。うん。猪木生きてるでしょ。猪木は長いよね。だからもともと寿命が長い遺伝子だったんだけど、体をあんだけ使っても長生きっていうのは相当なんだ。持って生まれたポテンシャルが高いんだと思うよ。そうだ、俺。議員さん、そう。ちょっとでも、ちゃんまんにコメント読まねえって言われたのはショックだったな、俺。ちゃんまん好きだからさ。アントニオ猪木って歴史上の人物だと思ってたの?底抜けだな、ダンボール。いいね。武藤も長生きしてほしい。武藤いいよね。武藤かっこいいよね。俺あんまプロレスわかんないけど。そうそう、悩み知らない生き方は長生きするって言われてる。本当にね、ストレスが人体壊すっていうのはもう分かってることだから。うん、俺はどうだろうな。死は選べないだろうけど、まあ俺は地獄に落ちるだろうな、こんな生き方したら。天国には行けねえだろうな。うん、死にたくないよーっつって死ぬんだろうな。うん、気持ちよく酔ってただけ。どうなんだろう。俺がコメントした時にはもう怒られたから、やめようと思って、すぐブラウザバックしたけど、今日ダメな日だと思って。閲覧多かったよ。橋本さん、短かったね。どれと地獄で仲直り。いや、もうあそこまで言われたらさすがにプライドあるから嫌だわ。正直。俺の方が年下だしさ、配慮がねえって言われるのもわかるんだけど、別にね、言いたいことは言うし、嫌いなもんは嫌いだからさ。悪い。なおちゃんありがとう。まあでも、なおちゃんのコメントに愛があると思ってるからあれだけど、ドルさんが頭下げて認めるまで俺はドルと付き合う気ねえわ、正直。うん、ストレスになりたくないし、やりたいようにやるよ。うん、まあ世話になったからね、本当に捨て頃の時には。そこは本当に感謝してるし、ああいう生き方っていうのはかっこいいと思ってたけど、人間性は合わなかった。うんうん、だから、俺はどれと今日本日をもって絶縁します。はい。宣言します。私はどれの深夜食堂と、たった今をもちまして絶縁をします。はい。高学歴売りにしてるけど働けないのかな。まあ、年齢的な問題あると思うよ。あの人バカじゃないよ、はっきり言って。教養もあるし、学歴もあると思う。うん、まあでも、まあ無理だろうね、年齢的に。53歳雇う。うん、フリーランスの、実績がないともう無理よ。どれさんメンヘラだよ。どれにブスって言われた。おうおう、決断しました。はい。どれと絶縁します。うん、どれから、納得のいく説明があるまで僕はどれとは関わりません。放送では名前出します。別に。配信者なんで。それは無理なんで。うんうん、そうだよね。オフ会はあくまでもリスナー楽しむ場だろう。これが正解だよね。大衆酒場モナの言ってることが、うん。リスナーほったらかしてオフパコとかも、だったらオフ会の場でそういうことやんなよっていう。別企画でやるんだったら何の文句もないよ。うん、高学歴なら若い時から会社員になれるはずなんだけど。どうなんだろうね。そこはまあ別にケチつけるつもりないかな、俺は。人の生き方だから。マックイーンはだつ。早死にするので異性関係は自由にやらせてくれ。それはめちゃくちゃだよな、本当に。うん、それはめちゃくちゃだよ。物扱いしてるんだよ、どれは女性を。要はね、お前のオナニーの道具じゃねえんだぞっていうのを女の人言った方がいいよ。マジで。勘違いしてるから。お前のためのダッチワイフじゃねえんだよって。自分のために綺麗になるのに必死になってるんだよ。努力してんだよ、綺麗な人って。ダイエットしたりとか、化粧頑張ったりとか、服をセンス磨いたりとか。お前のオナペットじゃねえんだよ。うん。だから女性に対してそういう扱いをするからモテないんだよ。どんなに顔が良くても、学歴が良くても、喋りが上手くても。あんだけスペック高くてモテないって相当だからね。そう思わない、うん。なんで俺が女性がずっと続くのかっていうのをもうちょっと考えた方がいいよ。愛がないんだよ。女の人はさ、なんつうんだろう、愛のない人とはセックスしないよ。うん、スポーツじゃねえんだから。うん、ガキじゃないんだから。そう。女性だけじゃないよね。俺の財布に手突っ込むなって言った時俺びっくりしたよ。お前花火俺のリスナーからもらってるだろうって。俺の人の財布に手突っ込むなって言われたんだよ。お前だよ。うん、リスナーをもう金扱いするなよ。何が財布だよ。俺そんなこと一回も言ったことねえよ。うん。うん。結局性格だよね。うん。うん。張り込み調査すげえな。アンパンと牛乳をめぐる警部に、差し入れしよう。うんそうだよ。そう。花火は、そう。名言出た、言った。そう。花火っていうのは気持ちなんだよ。そう。だから、人様からもらうっていう発想がダメなの。気持ちなんだよ。そう。リスナーさんからの愛なんだよ。それをね、ねだるっていうのは、ねだるとかさ、人様の、自分のリスナーさんがさ、投げられたから嫉妬するっていうのはどう考えてもおかしいよ。うん。無理がありすぎる。財布発言は人の財布に手突っ込むのはもう引いたね、俺は。リスナーに対してお前らのせいだっていうのね。ついてこれねえんだったらついてくるなって言ったからね。何様だよな。まあいいんじゃん。プライドないんでしょ。いい発言ありがとう。今までドレさんが私の枠に来て散々口説こうとしてましたが、そういう人だったんですね。やっぱりそういう人だったんですね。納得。いっぱいいるよ、こういう人。ありがとう、もち。やっぱりっていうのがすごいよね。見抜かれてるっていう。まあまあ、爆走だろうね。投げ芸はたまに使ってたけどね。うん。DM したことあるけど、即下ネタで、即遊ぼうで見る目一気に変わった。ほら、DM したことある女性からも来たよ。お、めくれてくるぜ。ありがとね。まみちゃん。うん。俺ってさ、リスナーさんとこんだけやりとりしててもめくれないでしょ。なんでか知ってる？返信しないから。リスナーさんからいくらメールが来ても、仕事以外の話は、お断りしてるから。おはよう、何してんの？ワトさん好き、付き合って。いろいろ来るよ。全シカトです。なんでか、ビジネスだから。俺の仕事なんです、これ。うん。仕事に俺の性欲とか関係ないんです。うん。全部かなぐり捨ててやってるから。すべてはこのエンターテインメントをリスナーさんと共有して楽しむためだけにやってるから。うん。それで本当に面白いことやったら花火が上がるっていうのが俺のスタイル。あ、北口さんどうも。そうそう、気持ちだし、対価。あー、そこまで言ってもらえると嬉しいですね。響きますね。ありがとう。池袋さんありがとう。和道が爆走を初めて知った頃も和道は爆走の泣き芸を批判してたもんな。いや、いいんだよ。ゲーだから。俺そこはリスペクトしてんの。汚ねえよって言った方が、唾には美味しくなるし、それが泣き芸の真骨頂だ。ただね、本気で泣いてるやつを俺いじる気ないよ。うん。そう。泣き芸なの。唾にゃんがやってんのは。あれ芸風だから。芸と泣くと泣き芸は違うんだよ。うん。そう。そこがね、ミソ。危機管理じゃないんだよ。本気でやってるかどうかなんだよ。それはね、絶対伝わるから、いつか。長い目で見たとき強いよ。うん。便所さんディスるのはご法度すぎるでしょ。散々世話になって。お前、便所さんのおかげで今のポジション気づいてんのに、終わったね。あ、もう最低な人間だわ。もう便所さんだけはどんなことあってもディスんないからね。うん。引くわ。あんだけ世話になって、あんだけ活躍してもらって、あんだけ拾い上げてもらって、俺が、引くわ。人として引くわ。うん。俺は便所さんに足向けて寝れないよ。本当に。俺は便所さんのこと兄貴だと思ってる。うん、本当に兄貴だと思ってる。マジでかっこいいお兄ちゃんだと思ってる。うん、気持ちが良くて愛があって、ちょっとぶっきらぼうだけど、笑顔が素敵なお兄ちゃん。別にさ、配信で泣いてもいいんだよ、別に。うん、ただ、全部返ってくるから。配信で見せていい部分、見せて管巻くなよって。自分から自ら配信でやったことに対して、ぐだぐだ言うやつは、俺は配信者じゃないと思ってる。かなさんかなしんなさんかなはじめまして。こんにちは。初めて見た和道さん、オーラあって画面より男前でした。喋り聞いたら激うざかったけど、それも含めて面白かったです。あー、もう消えろ。うん、激うざかった部分、下りいらねえから。うん、消えろ。うん、俺の話が理解できないだけだろ、お前が。あれ、俺、タバコどっかあるかな、うん、そのコメントが激うざいわ。あれ、タバコあったっけな、あった。なぜ煽るんだろうね。まあ人間性出るよな。もう人間力の勝負みたいなもんあんもんな、配信は。暑いな、今日。のんちゃんエアコンついてる？暑くて。寒い、そっち。大丈夫。ちょっと強くしてもらっていい？うん。数ヶ月閲覧集めたぐらい、なぜ和像とか便所とかに偉そうにしてるの？いや、だから勘違いでしょ。うん。いや、シャンマンとか優雅さんが言ってるのそこでしょ。うん。要は自分のポジションを測れないやつっていうのは危機管理能力ないやつなんだよ。そう。俺はまだいいかもしんないけど、ちょっとの瞬間風速だけで、調子に乗るってね、人としてね、未熟だよ。うん、人として未熟。成熟した人間はそんなことしないから。常に自分磨きしかしてないよ。天狗になってる暇なんかないよ。だから結局、自己評価できない人なんでしょ。他人の評価だけ、客観的な評価だけで動いてるんでしょ。自分を持ってないんだよ。それは弱みだよ。股間ね。股間のことばっかりで忙しい。人間ではない別の何かなんだっけそれ、あるかと何かのさ、多分ハンターハンター好きなんだね、金前さん。俺それ分かった。一説に出てくる何かっていうキャラクターが出てくるんで、あるかかな、あるかが出てくるときに、人間ではない別の何かって、お父さんか何かが言うんだよね。ゾルディック家の。うん、なんか、金梅さんがハンターハンター好きなのが伝わってよかったな。リスナーを叩くのは、ご法度とかじゃなくて人間性を疑うレベルだね。リスナー批判はダメだよ。なんでかってそれで飯食ってんだもん。それで飯食ってるやつがリスナー叩くってどういうことだよ。あ、プライドの塊でわかるよね。いやまあ、俺は自分で本当にゴミくずだと思ってんの。マジな話すると。ただ、なんつうんだろうな。ゴミくずなんだけど、他人に迷惑はかけたくねえと思ってるけどな。ゴミだけどさ。俺も間違った生き方してたから。おい、和田おはようって。リーズおはよう。いや、俺は言われたら言い返すぜ、言った。いや、いいんじゃん、別に調子に乗ってて。それでいつまでも続くなら、一回ね、天狗の花折られるだけだから。いいんじゃない？本人の生き方に口出しするつもりないよ。いや、いつかめくれるから。閲覧は多くてもアンチだらけなんか俺のさ、2年前の放送見たらわかるでしょ。今で言うドルさんより閲覧稼いでたのよ。知ってるよね。ニコ生の後期。俺は閲覧持ってたよ。だけど囲われてすらいなかったよ。ファンなんて一人もいなかったんだよ。それは傲慢だったから。今のどれの深夜食堂は2年前の自分見てるみてえだよ。閲覧が全てだと思ってて。ああ、部下からの報告。部下も動いてんだ。いや、まあね、正直ね、閲覧も大事なんだよ。ただ、閲覧が全てだって思ってる時点で、俺は滑稽だとは思う。閲覧も大事。そこをないがしろにしてない、俺。閲覧はなんでかっていうと、力そのものだから。だから、ドラゴンクエストのステータスで言うと、力なんだよ。攻撃力とか。一番大事なステータスであるのは間違いないの。うん。だけど、そこに、自分の得意な部分だけで、っていうよりも、なんつうんだろう。俺はね、なんかこう、背伸びしてるやつが好きなの。力なくても上の、要はね、喧嘩を売るときに自分より下のやつとしか喧嘩しないやつ嫌いなの。でもかっこいいヤンキーってさ、ヤンキーは嫌いだけど、かっこいいヤンキーって上しか見ないんだよね。強えやつやりてえって。どれがやってるの？弱い者いじめしかやってないような気がする。そう思わない？うん。要は自分のフィールドでしか。だから俺言ったじゃん。さっき。別に俺お前に負けるかもしんないけど、お前が逃げるって言われるのは尺だから、別にリング上がってもいいよって。ただお前本気で俺のこと3分間ボコせよって。うん。俺戦うから。てめえから逃げる気なんかねえから。それが俺の戦い方だから。お前本気でボコボコにしろよって。病院送りにしろよって。うん。どっちにしろそうなるんだから。手抜くなよ。うん。いや、そう思いません、ヒアツさん。かっこいいっすよね。それがヤンキーの本質だし、そう。別に NG って呼ばれてもいいよ。情けなくてもいいよ。ただ俺は逃げたって言われたくねえから。うん。その代わり、てめえのフィールドだけで生きがってるようなバカとは違えから。てめえのフィールドで戦ってやれよって。その代わり全力で殺す気で来いよ。殺せよ。うん。こっちは配信で飯食ってんだよ。うん、マジで行こうかな。泣いてでも這いつくばってでも死んででも見せてやるよ、生き様。うん、てめえが言い出しててめえで誘ったんだからな。うん、いや、俺全然言ってもいいよ、本当に。そうかに徹底的にやらせるよ。徹底的に俺殺すまで殴らせるよ、3分間。うん、てめえが何言ったのか見せてやるよ。弱い者いじめ。うん、配信で口で負けたらそれかよ。うんいや、いいよ。俺勝てないもん、正直。うん、自分が最も得意なところで戦おうっつうんだから、男じゃないでしょ。うん、いや、そうっすよね。俺から名前出してないっすよね。うん、別に俺、つばにゃんと付き合おうが何だろうが知らないもん。なんか誤解してるよ、あの人。うんその代わり、リスナーは見る目変わるよ、ドレさんのこと。うん。言ったんだからやってもらわないとね。うなちゃんマンはだってもう可愛いもん。みんなのうなちゃんマンだもん。いいよ、俺殴られてさ、アンチが喜ぶだけなんだから。うん。でも俺にとって捨て頃ってそういう舞台だったけどね。うん。俺にとって捨て頃ってそういう舞台だったよ。俺だって喧嘩自慢なんかしたことないしさ。弱えよ。運動もしたことないんだよ。テレチャンピンでやるのめちゃめちゃ怖かったよ。達彦とか。なんか知らないリスナーさんからスパーリング受けられる怖さ。でも俺は逃げなかったよ、一回も。全員のスパー受けたよ。うん。ヒカルくんとやるのがどれだけ怖かったか。負けちゃったけどな。言ったのは失敗だったな、ちょっとな。まあ自己責任だよ。言ったのは俺の失敗だった。もうだから金じゃ動くのやめる。俺はあそこで男が伝った。いや、あれはね、俺の決断間違えてたんだよ。普段言ってることとやってることが違ってたのね。だからもう心がざわざわ変な感じがしたの。なんかペニーさんから花火もらって、ちょっと調子に乗った自分がいて。ごめんな、金閣寺。だから、ペニーさんに金払ってでも行くべきじゃなかったんだよ。ごめんなさいって。ペニーさんには筋通さないダメなのね。うん。ペニーさんに約束を、俺から誰かに約束をしちゃって、花火投げたら行くよっつって、ペニーさんは男気で答えてくれたの。ペニーさんは全く悪くない。あんな提案をした、要は、金で動いてやるよっつった自分がダサかった、本当に。だからもうこうなるのは見えてたんだよね。自分の得意分野で戦いじゃないのよ。俺は別に誰かと戦うつもりないの。自分と常に戦ってやってんのよ。本当に。別にどれさんは違うのね。要は他の配信者より閲覧多い、稼げてるっていうのを自分の誇りにしてるわけ。誰かと常に戦ってんの。俺は自分にしか興味がない。うん、そう。なんか嫌いだった自分を少しずつ直していきたいっつうか、毎日誇らしく生きていきたいだけなの。で、それを妬まれても知らない。うん、すげえ悩んだよ。当日も愚痴言いまくってたもん。うん、でも俺は言ったかんね、うん。約束は守ったよ。うん、で、なんか人の場で配信を回すなとか言われたけど、知ったこっちゃねえよ。だったら誘うな、配信者を。てめえの企画、てめえで通せ。うん、昔ひどかったなんてもんじゃないよ。もう恥ずかしいよ。今でも恥ずかしいと思うよ。まあ、未来の自分で、俺こんなこと言ってたんだって。もう、黒歴史ってあるでしょ？なんか、ちょっと思い出すとサブイボ立つやつあるでしょ？俺ずーっとサブイボ立つんだよ、YouTube 見ると。だけど、そのサブイボが立たないようにゆっくり努力してんの。だって生活保護で配信を回してるってよっぽど頭おかしいぞ。どんだけ心不定んだって思うでしょ。恥さらしだよ。親とか死ぬぜ、本当に。親と縁切ってよかったよ、本当に。親兄弟泣くぞ、あんなの見たら。生活保護で堂々とさ、配信で飯食いたいなんておこがましいにも程あるわ。うん、だから取り返したいのね。だから取り返したいの。家族とかにちょっと、まあ縁は切ったかもしんねえけど、うちの兄貴ちょっと有名なんだよねって。うん、あ、知ってるっしょって言わせてあげたい。どれ自分が勝てそうなことしかせず人気稼ごうとしてるとこがせこくて嫌い。公文竜とか女が利用してるだけ。女とか利用してるだけ。だから友達がいないんじゃないの。いやー、だから毎日誇らしく生きるってすげえ大変だよ、本当に。俺久々に失敗したと思ったもん、今回の件は。うん、今回の件はマジで失敗した。生活保護刑務所帰り配信ある。だからね、最近の配信者が俺生活保護なんだって堂々という流れを作ったのは俺だと思うよ。最近多いでしょ、タイトルに生活保護受けてますって配信者多いでしょ。あの流れをスキームを作ったのは俺なんだよ、多分。そう。別に生活保護でも堂々とやろうよって。うん、考え方変わるよ。揉まれてくるよ。やっぱ通用しないよ、画を通してたら。やっぱリスナーさんが常に答えくれんのよ。ヒントくれんの。で、気づくやつと気づかないやつがいんの。長い目で見ないとダメだよ。うん、真面目に練習してたっていうか、そこは別に、ただ自分がやりたいことやっただけだから。あのね、練習関係ないよ。本番勝つやつがやっぱ正義なんだよ。俺は練習したとかしてないとかじゃなくて、心が弱かった。マジで弱かった。捨て頃で何やったかっつうと、相手を殺すつもりで行くって言ってたのに、何をやったかっつうと、自分のこと守るので9分間必死になってたんだよ。もうそれが恥ずかしい。本当に。そう、殺されてもいいから殺すじゃなかったのよ。自分のこと9分間守り続けたの。まあ、守り切ったけど。守り切ったんだけど。あれは恥でしょ。戦ってねえよ。もうそんなんで女が寄ってこないって言ってんだったら、うなちゃんマンの放送もう一回見た方がいいよ。どんだけ叩かれても女寄ってくるから。うん。配信がどうこうのせいで女が寄ってこないと思ってるんだったら、配信マジでやめた方がいいよ。うん。そう。そう思わない。うん。女にモテるために配信やってるわけじゃねえから。うん。テース。戻った ?OK ね。ごめん。配線いじったらバグった。レイニャマンいらっしゃい。うなちゃんマンかわいいじゃん。やっぱ閲覧もあんだけあってさ、魅力的だと思うよ。うん。ミーツガツだよ。うん、ミーツガツガツ。うん、あ、ごめんごめん。今、リスペクトがなくなったら人間関係終わりって話をしてた。うん。うん、どんな人間関係も、俺はドレさんのこと尊敬してたし、一番正しい言い方をすると、慕ってたの。ドレさんを慕ってたのね、すごい。うん、慕うって意味わかるかな。うん、慕うっていう。尊敬もしてたし、慕うっていう状態だったんだけど、もう何もない。はい、ハートありがとう。うん。うん、はい、風船5個ありがとう。今がマックスかどうかは正直俺は占い師じゃないから分かんないよ。未来のことは、正直。うん、正直どうでもいい。うん、別に閲覧稼ごうが何しようが、自分のやりたいことを続けないと意味がないと思ってるから。うん、いいんじゃん、別に。500万じゃないよ、600万だよ。昔、配信始める前の話。うん。ていうか、配信始めるきっかけになった話だね。うん。うん。いや、別に、謝ってきて俺が間違ってたって言うんだったら別に付き合い考えるよ。でももう、全然、付き合う気ない。困ってないし。やりたいことやるために俺生きてっから。まあ人の企画で枠回してんじゃねえよって言われた時はもう決定だから。呆れたわ。うん、それが決定だから、俺の中で。ああ、もう付き合いきれねえわ、つって。うん、はい、おかえり、ダンボル。今ご飯食べてるね、シャカ。で、多分、和道に閲覧負けてたのはカメラのアングルがいいからだ、画質が綺麗だからって言い訳してるはずなんだよ、多分。俺の方が面白いって。バカ野郎って。カメラのアングルも画質も俺の武器なんだよ、磨いてきた。うん、画質が良くて、カメラのアングルがいいから閲覧集められるんだったら、それをなぜ盗まない、うん、そう思わない。カメラのアングルがいい、画質がいいから人が集まる。だったら俺だったら盗もうと思ってきたけどね。俺はそういうのニコ生で盗んできたんだよ。それもスキルなんだよ。違うか？うん。俺のスキルなんだよ。自分が機材の勉強してないんでしょ？うん。俺は必死に、俺は言っとくけどパソコン音痴なのみんな知ってるよね。キャプチャーなんて一つもできなくて、ゆっくり覚えてったよね、あや。最初の頃ひどかったよな、俺。毎日リスナーさんに誰か詳しい人来てくださいって。機材トラブルばっかりだったんだから。ニコ生時代。古い人知ってるよ。古いリスナーさん。でも毎日やりたいことやるんだっつって勉強していったんだよ。今じゃ多分配信界トップクラスに機材に詳しいやつだよ、俺。めちゃめちゃ勉強したから。そう。オーディオインターフェースとか意味がわかんなかったの。フレームレートとか。もうひどかったよ、最初の頃。マジで画質は悪い。音は割れてる。過去の YouTube 見てごらん。グダグダだから。それをゆっくり改良してったのよ。そう。何が見たいのか。どういうのが見たいのか。もちろんトークも磨くけど、技術も磨いてきたよ。ねえ、ひどかったよね。初期の頃。道具がいいから強えんだって言ってるようなもんだろ。プロだったら道具買い揃えろよ。エミさんのところ凸したつうか、エミさんのところは凸じゃなくてね、コラボの依頼があったの。エミさんが、男を探してたの。それでリスナーさん、共通のリスナーさんがいて、もしよかったらって言って。要はエミさんの企画、コラボじゃないんだけど、エミさんの企画の、要は出演をさせてもらったのね。努力したよ。そう、自分の脳みそも全部鍛えてる。それで閲覧負けたっていうことは、自分の怠慢だって思うよ、俺だったら。それをね、俺の方が面白いと思ってるのは井の中の蛙だよ。俺4年が終わって5年生になった感じ。配信歴は。論点ずらすのは詐欺師の論法なんだよ。要は負けは認めた方がかっこいいの。あ、その点は俺が間違ってたわって。俺絶対認めるから。自分が間違ってたら。論法をずらすっていうのは負けたくない現れなのね。自分のフィールドに引き込もうっていうトーク術なの。それが全部見えてたでしょ。俺論点ずらしは一回もやってないよ。真正面から正論で言ったから。持論かな？正論っていうか。持論で勝負したから。俺ブレてないよ、論点。ガキだって言われたら、どこがガキなの？何がガキなの？ガキの定義は言えないでしょ。自分の言葉に責任ないのよ。ただディスってんの。ガキ。ガキなんか誰でも言えるわ。見るのやめていいよ。まあまあ、苦しい時期を迎えるだろうね、これから。ここ半年は見物だと思うよ。この半年は。一回地獄見た方がいい。前から別にないかな。当たり前じゃん。3年間食えなかったんだよ。スターさん。1日14時間毎日何かをできますか？何でもいいですよ。爪楊枝でもいいですよ。爪楊枝で何か作るでも何でもいいですよ。くだらないことでも。14時間何かに毎日没頭できますか？14時間。毎日。3年間。無給料で。できないでしょ。俺はやってきたから。これで食えなきゃアホだよねっていうぐらい追い込んできたから。俺は器用じゃない。才能もない。力もなければスピードもない。顔も良くない。喋りも下手。機材は音痴。でも俺は自分のやりたいことから逃げなかったから。ひたすら戦い続けたから。不器用だから。誰よりも配信やってきたから。俺自信あるよ。誰よりも閲覧の放送時間長いの。だからみんな言うの。本当に配信歴4年って。昔から配信やってましたよね。嘘ですよね。違う。人の3倍も4倍も努力したの。当たり前だから。そんなの。才能のない奴が誰かに勝つんだったら当たり前だよ。俺はだから何かがうまくいったタイプじゃないの。誰よりもやっただけなの。誰よりも失敗しただけなの。もうやめるって何回泣いたかだよね。もうやめろって何回言われたか。和道さんディスる人は過去の話持ってくるんだね。ああ、まあまあいいんじゃない？今をディスれないんでしょ。俺は正直過去間違ったことやったのは事実だから、それは認めるしかないよ。だから、リスナーさんが昨日いい言葉どっかの枠で書いてて、世の中には2種類の人間がいるって。ボタンをかけ間違えて、早く直すやつ。ボタンをかけ間違えたけど、早く戻そうっていうやつ。このパターンと、ゆっくりでいいからちゃんとボタンを閉めるやつ。俺はボタンをかけ間違えたの。焦って。だけど軌道修正早くやろうと思った。バツイチの39歳？新八丁とベンゾ太郎さんはそこ力ずっと入れてるし、ツイキャスの強みがそこなんだよね、やっぱ。ツイッターとの連動っていうのを売りにしてたから、初期の頃。ツイキャスの強みはツイッターがしっかり連動してるところだよね。ツイッター勢を取り込んだの。ツイキャスって。だからツイートキャスティングでしょ。うん、コーラ、風船ありがとう。うん、過去に詐欺で捕まってるの、俺は。もう何年前だろう。5年前かな。うんうん、それはまあ、もう変えらんない過去だから、受け入れていくしかないよ。うん、だってどんなに泣いてもわびっても、更生したって言われても、罪を償ったって言われても関係ないんだもん。やったことはやっちゃったんだもん。うん、やったことは変えらんねえよ。もう二度とやらないっていう風にしかいけらんねえもん。うん、だからそれは俺の業だよな。あ、そうなんだ、ゼルで。うん、まあだけど、変な言い方だけど、正論なんだろう、本当に正しくて本当に成人みたいな生き方してるやついんのかなって。何もかも素晴らしくて、人生一回も間違えたことなくて、誰にも嘘をつかず、そんなやついんのかなとは思うけど、ちょっとかっこ悪いかもしれないけどね。うん、ちょっとかっこ悪いな。でも、そういうのは少しあるよ。うん、俺、リスナーさん騙したわけじゃねえのになって。俺も後悔してて辛いし、俺も間違ったことやったって何度も責めたし、仕事も家族も何もかも失ったんだよ。で、4年間も叩かれ続けて、なんで未だに、俺、知りもしない人にこんなこと言われねえといけねえんだろうなって。うん。俺が一番後悔してんのになっていうのはある、正直。ちょっとかっこ悪いけどな。うん、もう勘弁してくんねえかなみたいな。まあでも無理だよな。悪いことやったってそういうことだもんな。うん。いや、別に綺麗事を言ってるとは思わないよ。うん。それは思わない。だけど、ちょっともうそろそろ勘弁してくれよっていうのはあるよ。うん。頼むよって。うんうん、古傷えぐんないでくんないって。ましてやさ、配信をやってから何かやったことじゃないからさ、うん、配信をやってからのことだったらわかるけど、配信やる前の話を引っ張り出してきてこき下ろすっていうのはちょっときついよな。うん、まあ、しょうがねえな。うん、過去は消せねえかんな。しょうがない。うん、でもそれでも、うん、いいよって、今のワドを見守るよって言ってくれてる人がいるからさ、うんうん、それでいいや。うん、でも罪を償うとは、罪そのものとか罰ってなんだろうとか相当考えたけどね。果たしてその罪を償ってって、法的に言ったらさ、その執行猶予終わったわけですよ。そので被害者の弁済とかもおばあさんと直接話し合ったりしてたのに、なんで外部の人にこんなこと言われるんだろうっていう気持ちは少しだけあるね。うん、その過去悪いことをした、万引きしたことないやつがいるのかとかさ、それこそ日本だってマリファナとか覚醒剤とかやってるやつとかもいろんな人がいるわけじゃん。そう、今それをやってるわ、今誰かを騙してるわけじゃないのに、なんで言われんだろうなみたいな。うん、あ、きなこおはよう。うん。うん、あ、どうなんだろうね。バッドフィールズさん。うん、いや、弱さやなんだかんだとかじゃなくて、もうさらけ出すしかないから。俺、配信者って何なのかっつってさ、なんか石野康介っていう配信者が言ってたんだけど、才能あるんだったら配信なんてやってねえよって、芸を持ってるやつが配信やってるとお前本気で思ってんのって、面白いことやれって俺によく言えんなっつってたので、そのコメント、その石野の発言に対して俺が言ったのが、配信者っていうのはプライベート切り売りしてるだけだよねって、才能あったら芸能界行くし、まともな仕事やってるよねって。才能ないからやってんだよ、配信業。そう。で、俺らは何を武器にしてるかっつったらさ、経験とかプライベートをガンガン切り売りしてるだけなんだよ。本当に喋り上手かったら芸能界行ってると思うんだよね。うん。俺はそういうもんが配信者だと思ってる。前科3班だよ、俺。うん。坂本さんいらっしゃい。うん。あ、まあ、長続きするかしないかはドルさんの生き方だから、そこには干渉しないよ。うん。うん。ニクさんいらっしゃい。俺は俺、どれはどれでしょう。そこに関しては俺、口突っ込む気、野暮なことしたくないから、あんまり。うん、そこは別に興味ない。時々いいこと言う。わかんないけど、本音で話してるだけだけど。まあ前向きじゃないとやってらんねえよな。後ろ向いたって何にもなんねえぞ。人生一回だもん。まあ取り返したいよね。応援してくれてる人がすごいいっぱいいるから今、ありがたいことに。正論を言うからじゃないんだよ。なんか俺ネット文化のはい論破とかはい正論ってどうでもいいと思ってて、あの人たちさ、理論が正しかったら生き方肯定、なんつうの、正しいっていう人たちでしょ。俺ね、間違っててもいいから、間違ってても説得力のあるやつっていうのは誰が言ってるかだと思ってて、俺矢沢永吉は矢沢永吉のファンに向かって間違ってること言ってもかっこいいと思うの。だからあと、あの人、長渕剛さんってめちゃめちゃ間違ってんの。俺、ライブでびっくりしたことがあって、ライブの映像を見てたらさ、みんな、日本人の心忘れてねえかっていうの。説教始まったの、MC で。みんな、日本人の心忘れてねえか、大和魂を忘れてねえか、アメリカかぶれになって、おい、ダメだ、俺ら日本人だってめちゃめちゃ響いたの。かっけえわー。長渕さんかっけえわってなってたの、MC で。でね。で、ライブ見ようって思ったの。そしたらね、いきなりハーレー・ダビッドソンでステージに上がってきたの。ずっとドド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 ーって言って。で、俺の愛犬、ペットを紹介するぜ。カモン、レオって言ったの。レオって言って、思いっきり英語だったのね。しかもカモンって言ってるし。で、最後、聞いてください。Close your eyes って言ったの。すげーと思ったの。めちゃめちゃアメリカかぶれだったの。そういうことだと思うんだよね。でも長渕のファンはそこに、かっけーってなるわけじゃん。すごくない？大和魂取り戻そう。アメリカかぶれダメだっつって、戦争映画に使われた映画の曲名がクロージュアアイズだよ。うん。レオ、ハーレーで入場。おめえが一番アメリカかぶれだろっつって。あれは天才だよね。うん。何を言ってるかなんかね、あんまり関係ないんだよ。うん、論理的じゃないじゃん。論理的に考えたらめちゃくちゃなんだよね。うん、すげえな、みたいな。うん、それ面白いでしょ？だから、あんまりその和道さんは真っ当だし正論っていうのはあんまり気にしてないっていうか、正論じゃなくて和道が言ってたら全部和道かっけーってならないとこの商売成り立たないんだよね。うん、だってさ、ドレさんの今囲ってるリスナーが残ってるのってさ、もう盲目なわけじゃん。ドレさんが何やってんのか冷静に判断できない人たちでしょ。うん。そうそうそう。いいのよ。俺は俺のファンがいて。ドレさんにはドレさんのファンがいるっていう。だから正論なんか聞きたくないんだ。だから俺、それを一言で言うと何て言うかっつうと、正常位だけじゃセックスはできないんだよ。うん、正論って正常位でしょ。うん、どれは潰れる、うん、そうそうそう。要は自分に自信がないから正論を言ったら正しい。俺はすげえだろって。俺頭いいだろって。正論って何か教えてやろうか。常識ある普通の言葉だよ。うん、配慮があって常識がある普通の人が吐く言葉を正論っていうの。カリスマは正論を言わない。そうでしょ。自分が言ったら全て正論なんだから。ジョン・レノンとかスティーブ・ジョブズとか長渕剛とか矢沢永吉って間違ったこと言いまくってるんだよ。でもかっこいいんだよ。なんでかって言ったら生き方がかっこいいからでしょ。表情がかっこいいからなんだよ。全部かっこいいんだよ。何言ったってかっこいいんだよ。だから俺はそういう、ね、人間になりたい。うん、脳みそより下半身が勝ってるよ、どれ。引き当てさんのツイートリツイートしたんだけど、引き当てさんのツイート面白かったよ。あのね、あれはチンコだって。もうチンコ、黒いチンコだと。でっかい。喧嘩が強くて喋りがうまいチンコだっつってて。で、チンコ、引き当てさんの名言が、チンポはね、チンコに振り回されるなと。チンコを振り回せってツイートしてて。俺引き当てさん面白いなと思ったよ。チンコに振り回されるな。チンコは振り回せ。名言でしょ。あれは面白いよね。あいつは母にそう言われたって。あれ、いや、お母さんのユーモアにも僕感動したんですよ。チンコに振り回されるな、チンコは振り回せっていう教育。うん。歪んでるけどめちゃめちゃ面白いっていうか。やっぱね、親がね、面白い教育すると子供って面白くなるんだよ。うん、いいよね。お母さんが言うのがいいよね。ああ、沼の底にはよ、綺麗な湧き水が出てよ、帰って綺麗かもしんねえぞ。あれはでも名言だよね。うん。あれは最後のエンディングに持ってったのはすげえ良かったよね。沼の底には綺麗な湧き水が出てよ、帰って綺麗かもしんねえぞ。うん、あれ好きだね。ピーマンおはよう。あれピーマン、サムネどうしたの？いやー、名言だよな。もう引き当てさんの生き方まんま出てるもんね。教育。なんかすげえまんま出てる。俺なんだろう。なんかあるかな。うん。うん。間違った教育。自分に逆らうリスナーは全員ブスで童貞で引きこもり。おはようさくったら。あ、そうなんだ。まあ、いいんじゃないの。トメサブラおはよう。なんかね、もうね、とにかくなんだけど、とにかく他人がどうこうって言ってるやつ俺信用できないと思ってて、誰々がどうしてたぞ。誰々はどうだ。例えば韓国人はどうだ。アメリカ人はこういうやつだ。例えばさ、俺も、埼玉県民はバカしかいねえって言ったら笑わないみんな。千葉県民ブスばっかりだな。全員ブスだとか、埼玉県民は全員貧乏だわ。もうね、レッテル貼りやってるやつって要はね、多分考えることを放棄した人間なんだよ。何々は、どのジャンルはどうだって。もう分析力なさすぎるんだよね。どう思うみんな。そうそうおはよう。だから、にゃんおはよう。だから、何々は何だって言い切るやつっていうのは考えてないやつだと思ってる。うん、もちろん、そういう地域の特性とかはあるよ。だけど、なんつうの、頭のいい埼玉県民も、かっこ悪い埼玉県民もいるわけじゃん。かっこいいアメリカ人とかっこ悪いアメリカ人、いいアメリカ人、悪いアメリカ人いるんだよ。人を見ようよっていうか。だから配信者は何々だっていうやつもなんか意味わかんなくて、考えること放棄してんな、みたいな。すげえもったいないと思う。そいつの生き方だからいいんだけど。俺はそういうやつを信用できない。そもそも。信用ができない。要は、思考を停止した人間だと思ってるから。考える癖。IBM の社訓がすげえ好きで、IBM、社訓ってあるでしょ。会社の社員に伝える。経訓だよね。教訓か。教訓あるじゃん。その時に、IBM って世界一シンプルな社訓って言われてて、think なんだよ。考えろ。うん、すげえかっこいいと思ってて。社員にメッセージ、会社のトップ、オーナーが、think って。とにかく考えろっていう。すげえかっこいいなと思う。シンプルだけど、実は難しいことなんだよね。think。これだから考えるやつっていうのは好きだけどね。徹底的に、でもね、考えてもダメなの。考えて悩んで答え出なくてダメで、それでも考えて悩んで、死にそうになって最後行動するやつが強い。頭使わないやつは会話したくないのよ。でも行動したやつには勝てないと思ってて。とにかく動こうだよね。とにかく動こう。行動に勝る真実はないから。考えることも大事なんだけど、考えることすげえ大事なんだけど、考えても答え出ねえから。なんでアスペだと思うの？どういうこと？リヒトおはよう。徹底的に考えた方がいいよ。ThinkPad。まあ、IBM、そっから来てんのかな、ThinkPad って。でさ、俺びっくりしたのがさ、俺、留学経験3週間ホームステイあんだけど、お前アメリカの英語読めねえだろってバカにされたの。俺、ドレさんにすげえ言いたいんだけど、お前英語読めねえのコメントでこんな簡単な英語も読めなくてってバカにされたんだけど、じゃあお前さ、他の言語使えんのって。お前がたまたま英語読めるから、俺英語読めないっつってんの。別に英語自慢なんか全然してないのよ。俺、別に、いや、過去留学っていうか、ホームステイしてた経験あるよ、2、3週間って。ただそれを言っただけなのにさ、なんか英語でコメント打ったら読まなくてあいつバカだわって言われたけど、お前何様なのって思ったんだけど。お前が英語できるからって、俺が英語できなかったら、何なんだよっていう。俺英語できなくても別に生きていけるんだけどって。すげえ恥ずかしいっていうか、なんか自分ができることが、相手ができなかったらバカにする人なんだと思って。おい、ミンミンいらっしゃい。俺、アスペルガー症候群だよ。なんかすげえ嫌だなと思ったよ。なんか自分ができることを、俺は自分がなんで何かを人よりも引いてた能力があったかってさ、他人のために使おうと思うの。それができない人のために使おうと思って生きてるのよ。だけど、あの人はそうじゃなくて、自分がすごいと。できないやつはダメなんだっていう、見栄のために使ってるんだと思って。そう、いるでしょ？それすげえダサいと思って。英語ができない日本人なんていっぱいいるし、じゃあお前全部の言語マスターしてんのって、お前神様なのって思った。そう、マウンティング嫌いって言ってるけど、あの人全部ブーメランなの。マウンティング嫌いって言うけど、マウンティングめちゃめちゃ仕掛けられるし、なんか和道はホモだって言ってたけど、あの人ね、多分ね、ホモ経験あると思ってんの。俺ホモの人を別に否定はしないけど、あの人やたらホモに敏感でしょ？あれ経験あるんだよ、多分。ディスじゃなくてこれは。あと、人の財布に首突っ込むなって言ったけど、俺悪魔のキューピンさんから困ってるって連絡来て注意したの、配信外で実は。カー君にも手出したの。要はうちの花火師さん嫉妬してさ、それでもうなんか和道さんのところでコメントを打ちづらいし、もうなんか、なんなのあいつってすごい、クレーム来て。そう。あいつが一番気にしてるんだよね、本当に。そう。人の財布に突っ込むなんて、お前リスナーのこと財布だと思ってんのって。そういうとこだよって。だから配信者よく見た方がいいよ。あれね、人のことディスってるふりしてるけど、自分が気にしてることがもろ出るから、配信者って。本当に配信者って面白いんだよ。人のことディスるときに自分が気にしてることが一番出るの、言葉って。うん、そう。俺、だから別に英語喋れないけど、別に通訳できる仲間がいればいいと思ってるし、うん。英語が喋れなかったらダメなのかなって。うん。見え張るために友達作るタイプだね、あのおっちゃん。だから俺のこと呼んだんでしょ。自分のリスナーに見せたかったんでしょ。俺は和道が来るんだよ。俺は荒野が来るんだよ。俺はつばにゃんが来るんだよ。こんなにすげえ配信者が来るんだよ。俺すげえだろっていう。それを出しにされたって言ったの、俺は。そう。それは違うでしょって。荒野と手を組んでなんか一緒に面白いことシナジーでやるのが普通じゃないのって思うの。うん、俺だから、ドレさんの企画、要はドレさんを師匠にして、スゴロの企画って俺ドレさんが生かす、活用って言うんだけど、ドレさんは人のことを利用するの。ドレさんは人のことを利用するの。自分のために。俺は活用が好きなの。シナジー。解放には解放の良さがある。のんちゃんにはのんちゃんの良さがある。ドレさんにはドレさんの良さがある。だから人とコラボするときに企画をめちゃめちゃ考えるの。その人が一番生きる企画。うん、だから、和道と絡むと面白い。でもピンの放送面白くないっていうのは俺の自慢なのよ。うん、たまに言われるんだけど。なんで和道のところで見るとこの人面白いのに和道と絡まないと面白くないんだろう。それは人より考えてるからよ。うん。響さん、初見さん、花火ありがとう。楽しんでて。いや、さっき言われたよ、目の前で。てめえって。人の財布に手突っ込むなよって。え、リスナーのこと財布って呼んだんですかつって。で、しかも俺、ドレさんのリスナーさんから花火くださいなんて言ってももらえないの分かってるの。俺が言ったのはたまたまこっち側で、ドレさんもう嫌いになったっつって花火上がりまくったのよ。で、こういうことだよって言っただけなの。ありがとうございますって。だってさ、リスナーさんにも意思があるんだよ。リスナーさんもバカじゃないの。嫉妬の豚なんだよ。自分に花火上げてた人が、要は当てつけで俺に投げたの。俺は分かってたの。俺はそういうことだよって言ったの。なのに、てめえ人のリスナーと人の財布に手突っ込みやがって。お前、リスナーのことの財布とか最低だぞっつって。うん。ここのところ和道、そう、それもあるじゃん。だから、お前のことこき下ろして何が悪いんだよっつったの。おめえやってたじゃんっつったら、一人で発狂してんだよ。そしたらそれには答えないの。お前人のこと散々こき下ろしてリッスンとかなんだかんだとか言ってたよねって。で、お前がやってたこと俺がやったら間違ってんのかよっつったら、俺のことだけ責めてんのよ。めちゃくちゃでしょ、本当に。うん。そう。俺のこといじるのはいいかもしんないけど、人のことを名指しで首突っ込むのはご法度だろ、っつって。うん。詰められるよ、っつって。うん。絶対やっちゃいけないことだよ。うん。新橋に凸行ったる？あ、次？響さん？まあ、そうなるよね。うん、俺も痛い目見たから分かるもん。リスナーさんにガチで裏で詰められたことなんか100ほどあるよ。うん、めちゃめちゃあるよ、俺。怖い人に。さらうぞつって、配信回さないで、さらわれかけたことなんか腐るほどあるし、リアルにボコされたことなんか何回もあるよ、本当に。ねえ。まあ、そうなるよね。めちゃくちゃなこと言ってたら。うん、いや、俺はでも、赤木さんね。俺は配信者だから、自分で言われたことは批判はないの。だからリッスンって言っても、うん、別にいいじゃん、つって。うん。リッスンだろうが、ディスだろうが、なんでもいいよって。だって俺が言ったことだもん。引用してるだけじゃん。そう。でも、自分がやられたら嫌なんだね、って。そう。自分がつばにゃんとのイチャイチャ配信流して、バカだな、つったら、自分のリスナー大事にしないでバカだな、つったら、めちゃめちゃキレたんだよね。うん。ああ、どうなんだろうね。ディスられてんのカー君。うん、マジで締めようかな、あいつ。うん、いや、だから裏でやるべきだろうとは思うけど。まあ、いいんじゃない？迷走してんでしょ。うん、あ、仕事なんだ。頑張れ、サクッとら。いいっす。頑張って。仕事はいいよ。うん。やっぱりお金稼ぐってことは気持ちいいよ。一緒に頑張ろう。いや、NHK に乗ったら多分袋叩きにされるだろうね。どうなるだろうね、これね。うん、まあ、いいんじゃん。恥さらすだけなんだから。うん、数百万人の前で恥さらすんでしょ。プップクブーっつって。聞いてもいないのに、和道、俺今度テレビ出るんだよ。あ、そうですか。いや、すごいんだよ、視聴率が。あ、そうなんですか。いや、お前も出れるようになったらいいな。うるせえよ。うん、初見さんいらっしゃい。てかじゃん。配信者の人と飲みに行ったりするのやめようと思う。あ、俺ともやめんの？あ、残念だわ。カー君、オッケー。はい、ワドツー。ゆうやん。マジか。俺楽しかったけどな、カー君と飲むの。ありがとうね。予言通りでしょ。予言通りでしょ、クソカスカウス。マジで。予言通りでしょ。うん。ブサイク、お前の人生考え直せって言われた。人様の人生に口出すとか意味わかんねえな。サイレントバッキンガムされたんだ。うん。あ、トビーいらっしゃい。ジャストミート当たる？うん。うん。あ、そうなんだ。へえ。知らない。何の内容でテレビ出るか俺知んない。本人に聞きな。うん、あ、まあね。周りからグズグズ言われるのは嫌だよね。うん、まあ配信者だから俺は、グズグズ言われてなんぼだって思ってるけど、確かに各君リスナーだから、うん、まあまあ気持ちわかる。うん、まあいじられちゃうよね。まあまあまあ、OK わかった。まあいいじゃん、繋がってれば。俺とカー君で。うんオッケー。ごめんね。なんか嫌な思いさせちゃって、カー君。ごめんね。それ俺の責任でもあるからさ、カー君。でも、カー君のおかげで俺、フグ食えたから、忘れねえから。うん。リスナーとして楽しんでよ。うん、あ、そうだよ。佐野と結賀を閲覧稼げなくなったから、要は名前呼ばれなくなったから、急に俺の名前出して、リッスン、リッスンとか言っていじり始めたの。そうだよ。で、今度、ランハゲがコメント打つようになったら、ランハゲさん来てくださいよってペコペコして。そう。で、今度はツバニャンでしょ。要はね、人のネタじゃないと自分で閲覧稼げないのよ、あの人。もうね、閲覧中毒なの。だから今までいかに、シャンマンとかユイガさんに、要はね、自分の実力ないのがだんだん分かってきて震えてんだよ。俺の名前出し始めた時ね、閲覧ね、俺より負けてたの、ここ数日。そうだからそういうのに振り回されてる人なんだよ。それ分かって乗っかってあげてたの。まあかわいそうだからいいやと思って。うん、あ、いいよ、カー君。いいよ、いいよ。それはいいよ、うん。それは気にしなくていいよ。俺慣れてるから。俺気にしねえから、そんなの。うん、俺が悪く言われるとか全然気にしなくていい。うん、全然気にしてない、うんうん。それは気にしなくていいよ。言われてなんぼの世界だから。むしろ名前呼ばれなくなったら終わりだから。ディスでも。なんでもいい。うんうん、うん、年相応に。あ、僕に言ってんすか響さん。僕っすか ?32 歳だからってこと。うん、どれさんのこと言ってんの ?52 歳だからってこと。うん毎回うなとゆうがのとこに米打ちに来てた。だからブロックされてもうネタがないんでしょ、うん、うちはまあ200人だから今日ドレさんの話題で結構人集まってるけど。うん。うん。あ、ドレさんまあまあ、俺は別に、なんだろう、年齢じゃなくてさ、青少年も見てるっていうのあるかもしれないけど、まあ子供バカじゃないからさ、こいつかっこ悪いなと思ったら、そういう風にブーメラン返ってくると思う、響さん。で、年齢若くても、あ、こいつかっこいいなと思ったらファンができるもんだと思ってるから、そこは別に口出すつもりないんだけど、なんかこう、成人みたいに生きろとは思わないけど、まあ、全部自分に返ってきた時にリスナーのせいにするのはかっこ悪いなとは思うよ。見てくれて感謝するべきところにさ、見てくれてありがとうって振られちったよって言うならまだわかるけど、ごめんなーって、もっと面白くしたかったわって俺だったら言うの。いやー妻には振られちったよーつって配信外でさーってネタにすんならわかるけど、てめえらのせいでパコれなかっただろうとか、もう意味わかんねえから、もう見るつもりもないし。知らない。アキさん知らない。うん、俺ドルさんにブロックされてないよ。見えてるよ。全然。あんま見たいと思わない。気持ちよくないね。全然気持ちよくない。うん。うん。和道は許さない。許さないってどういうこと？うん、病気だな。うん、ああ、同世代なんですね、響さん。あ、3時間経過したんで、ちょっとアイテムタイムさせていただきます。もしよかったら、風船1個でも構わないんで、アイテム投げてもらえると嬉しいです。1時間に1回アイテムこじってます。もしよかったらアイテム投げてください。2分間音楽流します。お願いします。あ、ブロックされてるよ。はい、めぐる警部、風船ありがとう。響さん、花火ここ、グレートありがとうございます。響さん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。風船ありがとう。なんて読むんだろう。キューチピエさん。キューチピエさん。ニャーバーがありがとう。アルベルト・ハインリッヒさん。風船ありがとう。ニャーバーがありがとう。トコさん、風船5個ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。ありがとう。トークに集中するために、アイテム投げる時間を設けてます。ヒデさん、風船ありがとうございます。風船ありがとう。猫屋さん、風船5個ありがとう。初見さんもありがとうね、風船。もしよかったらフォローしてってください。楽しんでってください。ゆうやんさん、風船プレゼントありがとうございます。みんなありがとう。ヒーロさん、ごめんね、ヒーロさん、たくさん。今日たくさんありがとう。ヒーロさん、花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。みんなありがとうね。1時間はトーク楽しんでいって、みんなでああでもないこうでもないって楽しめるけど、まあ俺もこれで飯食ってるんで、こじってます。チップ代わりにアイテム投げてくれたら嬉しいです。クソカスカオスバーガーありがとう。コラボしようね、クソカスカオスいつか。みんなありがとう。ありがとうございます。ノンさんバーガープレゼントありがとう。みんなありがとう。赤ちゃんさん、風船を10個プレゼントありがとう。ありがとうございます。金時さん、ありがとう。バーガーありがとう。おー、ハッチおはよう。ハッチ、花火ありがとう。ありがとう。みんなありがとうございます。はい、アイテムタイム終了です。ありがとうね、みんな。じゃあ、引き続き1時間トークやっていきましょう。TF さん、風船ありがとう。風船ありがとう。みんなありがとう。たくさん。面白かったらでいいからね。強制じゃないからさ。まあまあ今日楽しめたわ。つって気持ちで投げてもらえると嬉しいです。ありがとうございます。皆さんのおかげで、生活ができてるんで。カズハセありがとう、ニア。ありがとうね。くちぴえさんでいいのかな？くちぴえさん。もしよかったらカタカナにしてもらえると嬉しいな。風船300個もありがとう。たくさんありがとうね。ありがとう。あー、でもメガネ変えて正解だったわ。視力が 0.05 になってた。丸メガネずれてんなと思ってたんだけど。でもこっちのメガネに変えたからね、すげえ、見やすいじゃなくてなんか、そっちのメガネの方が似合ってるって言われるよ。ああ、いいよ。気持ちでいいよ、坊主さん。それぞれさ、やっぱり給料日前とかさ、いろんな諸事情があると思うから。うん。ヤンオルラッキー、あ、いや、ラッキーさん、バカありがとう。QTP さん。ごめん、俺、英語の教養がねえからさ、基礎教養がねえから。カオシャンはだつ、おはよう。英語とかローマ字わかんねえんだわ。そうだからカタカナで書いてもらえるとね、読み上げやすいんだけど。あ、フォローもありがとう。フォローありがとう。誰だろう。ヒデさんフォローありがとう。みんなよろしくです。キューティーパイさん。オッケーオッケー、覚えとくわ。キューティーパイさんね。OK。ちょっと、だんだんね、覚えるようにするから、ごめんね。バカで。申し訳ね。英語全然わかんねえ。英語全然わかんねえわ。あ、フォローありがとうございます。たくさん。誰だろう。目黒警部さん、ありがとう。一心フランスさん、フォローありがとう。あ、バカありがとう、せつなさん。まあまあ、全然、呼吸おろす気なんかないよ、全然。初見さんいらっしゃい、ともやんさん。もしよかったらフォローしてってね。おはようございます。いや、英語全然わかんない。なんだろうね。全然わかんねえわ。あ、そうだ、ごめん。グッズ売れたんだ。忘れてた。ちゃんと帳簿つけておかないと。せつなさん、フォローありがとう。フォローありがとう。ともやん、おはようございます。おはよう。いつだったっけな。あ、フォローありがとう、きなこさん。ともやんさん、フォローありがとう。おはよう。ミスチョウさん、おはよう。ハート20個ありがとう。アイテムありがとう。何日だっけな。16。あ、ありがとうね、めぐる警部。今後ともよろしくです。16日、何曜日だ ?16 日曜日。16日曜日。どこやったっけな。ステッカーだった。本来捨て頃とは素手の勝負や。そうですね。素手のゴロ巻きって意味だっけ？任侠の方の用語ですよね。素手のゴロ巻きだから。合ってるよね。うん、合ってるよね。すねのゴロ巻きだよね。合ってますよね。うんうん、はい、また来てね、かーくん。ありがとね。午後から仕事？うん、ゆっくり休んで。おやすみ、かーくん。いつもありがとう。財布どこだ？あったあった。和道さん、今度ドレさんと試合してみて。俺、やってるよ？見る？ボコボコにされてるよ、何回も。ボッコボコにされてるよ。うん、泣かされてるから。マジで。2回やったかな、ドレさんとは。最後泣いたよ、俺。何もできなくて。いや、もうその話終わったよ。うん、いや、強いよ。っていうか、俺が弱い、まず。前提条件として俺が弱すぎるね。うんあ、そりゃ強いでしょ。あんだけ筋肉あるし、ずっと現役でやってんだから。おはよう、ロビー。今起きたの？おはよう。あ、これステッカー代でアメリカに行こうかね。うん。うん。ロビさん風船50個ありがとう。海宝ちゃんかわいい。YouTube 見てファンになった。海宝ともコラボしていくよ。今後とも。うん。これはアメリカに渡ろう。うん？ちょっと待って。はい、もしもし。あ、もしもし。あ、放送のさ、方の音切ってもらってもいい？ループしちゃうから。あ、すいません。はい。どなたですか？自己紹介お願いします。あ、はい。ボンです。はい。リスナーのボンちゃん？はい。うん。どうしたの？本当に反省して、で、二度と同じ過ちは繰り返さないので、うん、もう一度ブロックを解いていただけないでしょうか。うん、いいよ、もう見なくて。いや、本当に私は和道さんのことは、本当私、長い付き合いじゃないですか。うん、長い付き合いって俺、一回も会ったことないしさ、ボンちゃんと。いや、これからは会いたいと思ってるからこそ、ファンであり続けたいっていうのもあるし。うん、いいよ、いいよ。もう他の人見なよ。いや、私は和道さんが好きだから見てるんです。うん、いいよ。お願いです。いいって。いや、うん、本当にお願いし、もう二度とこんなことしないので、お願いですからブロック解いてください。うん、無理、ごめんね。え、なんでですか？うん、何が無理なんですか？うん、俺はさ、はい。裏で陰口言ってるリスナーさんとかもいる。俺もリスナーで他の枠とか見るじゃん？はい。うん。で、別に、俺も リスナーさん選ぶ権利があるんだよ。おはよう、みすけ。あ、それはわかります。うん。だから、別に、なんだろう、この人は俺の放送見なくていいっていうのが、俺の権利としてあるの。はい。でも私は別に、あの場は何の放送かわからないから、つい入ってしまったんですよ、興味本位で。別に放送好きなの見ればいいじゃん、ボンちゃんが。いや、見てますけど、ただ、和道さんはそこに、そこを好きな配信者なので、だから、和道さんのだけはブロックされたくないと思ってて。でも、しょうがないよ、ブロックされちゃったんだから。いや、そこをなんとか、本当お願いします。いいよ、いいよ。だからさ、なんて言うんだろう。YouTube とかさ、あるから、YouTube で見てよ。いや、せっかくだったらコメントとかしたいし、一緒に、楽しみたいです、やっぱり。ボンちゃんがしたいかどうかは関係ないのよ。それはわかります。わかるでしょ。メリットの問題だしっていうのもわかります。いや、俺はもう、リスナーはリスナーのでも考えがあるのも分かってほしい。うん、だから考えを通したいんだったら、考えを通せばいいじゃん。俺そこには干渉しないから。はい。だから考えを通してる上で、今回ちょっと電話させていただいたんですけれども。うん。だから受けてるでしょ電話。はい。うん。なので。だから、どこで放送を見てもらっても構わないけど、うちの放送ではもう、コメントはできないから。いや、そこお願いします、どうにか。申し訳ないけど、ごめんね。特に誹謗中傷したわけじゃないから。ちょっと一回トイレ行ってくるから、かけ直すわ。はい、トイレ行ってくるから。はい。はい。ちょっとトイレ行ってくんね。おしっこ行きたい。お、マリサはどつよ、おはよう。おはようございます。よいしょ、ただいま。電話かけようか。よいしょ。すいませんね、朝から。のんちゃん。あ、ジュース取ってもらってもいい？コップに入れてもらえるとすげえありがたい。はい、もしもし。あ、もしもし。はい。はい、俺はさ、俺も配信見るわけよ。いろんな人の。はい。で、読みたくないコメントはブロックする権利があるよね、俺に。はい。うん。だから、俺が別に、なんだろう、ブロックしたのは、ボンちゃんの、コメントを読みたくないと思ったからの。わかる？ああ。でも私は和道さんに対して悪い風なコメントは一切書いてないですよ、だって。俺は、ボンちゃんのコメント読んで気持ちが良くなかったから、そういう判断をしたの。どの辺がですかね？うん、どの辺かは俺は言う必要はないと思ってるから。あ、はい。うん。だからそれは自分で、ね、まあまあ、終わったことだからさ、もう。なら、それなら、普通にちゃんと和道さんの配信を、うん、見させていただきたいし、コメントも、うん、書いたりして、うん、一緒に共有して楽しみたいので。いや、俺は楽しみたくないって思ったのね。そこをどうにか本当にもう二度としないので、もし二度目があったら本当に切ってしまって構いませんので。いや、もう切ったんだよ。だからさ、放送は見ることができるから、YouTube で。いや、そうじゃなくて、リアルタイムで一緒に、うん、共有したいんです。申し訳ないんだけど、俺は共有したくないと思ってるからさ。うん。うん。だから見ることはできるわけじゃん。うん。そうですけど。そうでしょ？うん。でも、うん。そういう見るとはやっぱり違うじゃないですか。うん、それは君の都合だからさ。まあ、確かに。うん、でしょ？俺は、ボンちゃんのコメント見て不快に思ったからブロックしたのよ。で、ボンちゃんにもその権限があるわけよ。不快な人ブロックするでしょ？私、ブロック一回もしたことないですよ。あ、そうなんだ。誰もしてないの？はい。だって、誹謗中傷されても私は一切しませんもん。俺は、誹謗中傷とかされたりとか、あんまり不快な思いとかしたくないんだよ。ストレスを抱えて配信やりたくないし、楽しんでいきたい派なのね。うん、でも、あの時のあの場は特別だったじゃないですか。何特別って？私も本当知らずになんかひょっこり入ってしまったのが軽率だったと思うんですけど。うん、いや、別にボンちゃんのやることを俺は干渉するつもりないから、どこで何やっても構わないと思ってんの。いや、俺は行動だけ見てるから。人と付き合うときに、口じゃなくて行動を見てるからさ。はいはい。うん。わかります。どんなことをやってるのかっていう。そういうことも、ちゃんと考えた上で行動して、軽率なことはしないようにして。いや、軽率なことじゃなくて、だから、ボンちゃんの生き方の問題で、俺は合わないって判断したの。俺はあなたと付き合っていきたくないっていう判断をしたの。で、別に配信者だから、別に見ることは可能なわけじゃん。YouTube でも何でも見れるし。でも、私はアドさんと会話がしたいんですよ。俺はしたくないの。あの一件でですか？あの一件でって何ですか？昨日のなんか、うん、よくわかんない和道さんのなんかやってたやつ。まあ、どの件かは自分で考えなよ。うん、とにかく俺は不快だったの。ボンちゃんの不快なことがあったのよ。うん、だから別に配信者も腐るほどいるわけですよ。世の中には。別にどんな。それはわかりますけど。そうそう。だからお気に入りの人見つけなよ。で、そんな縁を切るとかっていうのはちょっと、それはないんじゃないかなと思って。それはないんじゃないかなっていうか、俺にもさ、リスナーさんを選ぶ権利があるから、それはわかりますけど、うんうん、でも、一度の過ちで。それは俺の生き方だからさ。うん。生き方、でも、うん、なんか和道さん、変わっちゃいましたね、うん、昔と。あ、そう？うん。だってこういう心の狭い人じゃなかったもん、前は。あ、そうなんだ。うん、もっと包容力がある人でした。うん。長い付き合いだからわかるけど。俺、ボンちゃんと付き合いしたこと一回もないよ。俺、ボンちゃんにさ、プレゼントもしてるよね。いや、私だからその俺を。プレゼントをしてるよね。で、プレゼントはお返しは結構ですって断ってるよね。はい、これを僕の気持ちなんでって、リスナーさんに対する、全員に対する。あ、はい。うん。だから俺断ってるよね、ボンちゃんからのお返し。はい。うん。だから、まあそういうことだからさ。そういうことっていうのはどういうことですか？まあ俺がボンちゃんのコメントを読んでて、俺はこの人と付き合えないなって思ったわけよ。だからもうそれが全てだから。もう二度とダメですか？うん、まあ。うん。申し訳ないけど。いつか解いてくれたりとかしないですか？それはわかんないです。今のところ特技はないです、僕は。何のメリットもないんで。そのメリットって何ですか？メリットはメリットですけど。俺は、放送気持ちよくやりたいのよ。で、楽しみたいのね。私、じゃあ放送内で何かしました？してないですけど。まあ、じゃあなんか僕のことを不快に思う何かをしたのは事実でしょ？だからそしたらそれ以外だとしたら、よくわかんない放送に私が、興味本位で入ってしまったことしかないじゃないですか。それはどうだろうね。わかんないけど。自分で考えな、それは。うん。人から答えもらおうとするのは良くないよ。いやいや、もらおうなんて思ってません。私はもうそれを確信してます。だって、和道さんの配信内では私、和道さんに嫌な思いとかさせたこと一回もないです。これは言い切ります。うん。で？なので、和道さんの配信内では特に私、悪いこととかもしてないから、和道さんの配信内だったら、和道さんもやっぱり信頼してくれてたし、だから、他の、俺さ、ボンちゃんのさ、欲を満たすために生きてるわけじゃないのよ。あ、欲じゃないんです。私は、みんな、ファンの一人です。俺はファンだったらあんなこと書かないと思うけど。私はファンですよ。ファンじゃないと思ったんだよね、俺は。だから、まあ、俺はボンちゃんともう付き合う気ないから、YouTube で動画でも見てよ。応援はいろいろできるから。でも、リスナーさんたちも、結構、許してあげてっていうコメントとかあるじゃないですか。リスナーさんたちのコメントで。どこのコメント？和道さんの配信のコメント。いや、別にそんなコメント俺わかんないけど。そんなコメントある？ありました。まあ、俺が決めることだからさ、それは。ボンちゃんにもブロックする権限があるわけだから、俺にはそれしかできないのよ。だからまあ、放送はじゃあ見守ってさ、まあ、見ててよ。ありがとね。でも、まあ別に俺、ボンちゃんがどこで何書こうが文句言うつもりないからさ。2チャンネルだろうが雑談たぬきだろうが、ね、他の枠で。たぬきとか一切そういうのも書いてませんよ。まあ違う。これから書いても別に何にも思わないからさ。書く気もないです、別に。あ、そうだ。だって私そういうの大嫌いですもん。だから見ませんもん、ああいうの一切何書いてあるのか知らないけど。まあ、俺も知らないけどさ。まあ、好きに生きよう。だって和道さんは和道さんだって私は思ってるから。まあ、縁だからさ、これも。縁だから、縁がなかったってことでさ。いやー。縁がなかった。縁だから。人と人との出会いは。で、いっぱい面白いやついっぱいいるからさ。それは分かってるんですけど、私にとっては、やっぱり和道さんは一番の特別な存在なんですよ。だから和道さんの和道さんの配信ばっかり見に来てるんですよ。ありがとね、今まで。はい、和道さんの配信大好きだから。だから、本当にお願いだから、今回だけお願いですからブロック解いてください。あ、申し訳ない。次何かあったら本当にブロックして構いませんので、一回だけチャンスをください。お願いします。申し訳ない。ごめんね。お願いします。チャンスください。申し訳ない。本当に。ご縁がなかったってことで。お願いです。一回で決めちゃうのはやめてください。いや、申し訳ない。俺、付き合う人選ぶから。別に困ってないからさ。楽しくやりたいだけだから。私も楽しく和道さんの配信見たいですよ。見れるから、YouTube で。YouTube とかじゃ楽しめないじゃないですか。共有ができないし。まあ、それはね、申し訳ないけど。でも、もしですよ、うん、いつか和道さんが許してもいいって思ったら、うん、ブロックを解いてもらえますか？わかんない。未来のことはわかんないから、不確定要素ばっかりでしょ。そうそう、だから未来のことは約束できない。うん、はい、うん。未来のことは何一つ約束できない。もしです、もし。いや、約束はできない。何一つ、未来のことは。はい。うん。じゃあ今回はブロックは解いてもらえないということです、ね。うん、そうですね。今ブロック解きは僕はないです。はい。じゃあ私は、はい。どうしようもないってことですね。どうなんですかね。まあ、ボンさんの生き方はボンさんで決めたらいいと思います。はい。和道さん、申し訳ありませんでした。うん、はい。じゃあ、またどっかでご縁があったら。うん、はい、ブロックを解いてもらえることを願って。はい。それはないと思いますけど、今のところ。はい。はい、わかりました。はい、申し訳ありません。はい、ありがとうね。はい、はい、じゃあね。あ、失礼します。はい。よいしょ。はい、ただいま。うん。いや、そりゃそうでしょ。だって別にさ、見たくないツイートとかブロックしたりとかフォロー外すって普通のことじゃない？全然別に変なことやってるつもりないけど。うん。好きなこと書いていいんだから。自己責任でしょ。おい、みんなおはよう。みんなおはよう。いや、何があったのか、ほら、俺のプライバシーの問題だから。俺が不快に思うことが書かれてたってだけでしょ。だからコメント、読みたくないコメントはブロックしますよ、別に普通に。こけちゃんいらっしゃい。うん、いや、行儀悪いとかどうとかじゃなくて。うん。ああ、カミーナさん、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。うん。まあ普通だよね、別に。なんか変な間違ったことやってると思ってないから。うん。読みたくないコメントは別に。うん。ああ、海宝花見投げてくれた？海宝ありがとう。うん。いや、歯がない喋り方とかそういうのは失礼じゃん。別に。そういうのはいい。喋り方とかそういうのをディスるつもりないから。うん、はい、ワトツー、ゆうかちゃん。おはよう。あ、カミーラさんフォローありがとう。マキちゃんフォローありがとう。ドキンちゃんフォローありがとう。うん、いや、プライバシーっていうか、まあ、多枠で俺のこと書いてて、ああ、こういう感じなんだと思って。うん、他の枠でブロック入れた。俺が寝てると思って好き放題書いてたのよ。で、俺はプレゼント枠でボンちゃんにもプレゼント送ってるし、その限られた人の中から。で、その、なんて言えばいいのかな。なんだろう、好意を持って接してたのよ。あ、これが本音なんだなと思って。あ、不快だわと思って。うん。そうそう、二枚舌だったから、そう、多枠で、私は別に和道のファンでも何でもありませんって書いてたから、なんだ言ってることとやってること全然違うわと思って。もう萎えちゃって。なんか、気持ちよく付き合えないなと思ってて。うん、数にあげればよかったな。うん。ショックだったのね、俺は。うん。別に私はどうにアイテムを投げたこともないし、私ファンでも何でもないです。ただのリスナーです。とか言ってて。ああ。で、俺にはファンだよ。とか、ずっとついてくよって言ってて。なんだと思って。うん。いいやと思って。うん。みほちゃんおはよう。そう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 。多枠でね。だから、多枠でブロック入れたのを主張してるときに。別に、ね、見たくなきゃ見なきゃいいわけだから。うん。プレゼント送ったりしてるよ。うん。それはブロックでしょ。うん。で、それが、その人の放送を見たから、要は俺のなんかディス放送かなんかやってたのよ。なんか、和道っていう配信者の、なんか、鼻を折るとか言って、そういう配信でそういうコメント書いてたから、あー、そういう人なんだなと思って。うん、で、俺のリスナーさんの中で、いや、和道そんな人じゃないよって擁護してくれてる人はもちろんブロック入れてないのよ。そうじゃなくて、私ファンでも何でもないよとか言って、アイテムを一回もしたことないし、ただ長いリスナーなだけみたいな書いてあって、気持ち悪いなと思って。うん。そうそうそう、八方美人っていうか、まあなんだろうと思って。俺しかもね、荷物が届かないってボンちゃんからずっと言われてて、俺郵送ちゃん、もしもし、もしもし、何ですか？今、配信見ました。はい。うん。あの場でいたときに、単なるリスナーですって言ったのは、その前にやっぱり旅団がついてたから、叩かれまくってたんですよ。はあ。だから、とりあえずは単なるリスナーですって言って、うん、その場しのぎをしていただけで、私はその単なるリスナーですとかは全く思ってません。その証拠に和道さんにもちゃんと、言ったじゃないですか。和道さんと深夜町のファンだから、和道町旅団にしてるって。それもあの場で私は言いました、ちゃんと。いや、もう結構です。はい。もう結構です。別に、もう結構です。いまいちだとか、そういうふうに書いてる人もいるけど、そんなつもりは全くないです。そうですか。はい。はい。結構です、もう。もうダメですか？勘弁してもらっていいですか？勘弁してもらう、いや、こちらの方が勘弁してもらっていいですかっていう感じ。もう僕の放送見なくて結構ですので。はい。そう言われてしまうと何も言い返せません。そうですね。はい。じゃあお疲れ様でした。はい。はい、失礼します。さようなら。はい。な、書いてるの正しかったろ？無作為に入れてるんじゃなくて、私ファンでも何でもありませんって言ってたわけでしょ。うん、その中で、うちのリスナーさんは、和道そんな人じゃない、誹謗中傷だよっつって。和道、あれ、これ通報した方がいいんじゃないって言われてて。おい、花火ありがとう、みーすけ。おはよう。そうそう。いや、いいのよ。ディスられても。要は、ディスってる人がどういう人なのかっていうのは、リスナーさんバカじゃないからわかるから。別にディスりたけりゃディスればいいし、関わりたくない、正直。うん、困ってないから、うん。楽しくやっていきたいだけなのよ。その場しのぎにっていうことはやってるわけじゃん。ね、俺嘘ついてないの分かったでしょ。いいのよ。応援してるとか口では何でも言えるの。だから行動を信じろよ。ブルース・ユリー、風船ありがとう。いくら見てようが、いくら応援してようがわからないもの、俺は。気持ちはありがたいけど。でもさ、応援してる、頑張ってね、ずっとついてくよって言ってる人が多枠でさ、私ファンでも何でもないですからって言われたらさ、ああ、そうなんだってならない。初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。仕事頑張ってね、トムサブラー。いってらっしゃい。そうそう。うちのファン名乗る資格ないと思ってるから。いや、大阪がね、それがね、9月になっちゃって、で、ドレさんのこともあるからどうしようかなと思ってて。香川さんから9月で、ちょっと調整してもらえませんかって言われてて。ケンさんフォローありがとう。いや、別に LINE はブロックしないよ。LINE は LINE でしつこかったらブロックするから。いや、別に和道好きって言ってくれるのはいいんだよ。だけどさ、和道好きって公言して、こっちでは公言してて、相手ではファンでも何でもありませんよって言われたらさ、信頼できないよね。どう思う？信頼できる？みんなだったら。ファンでも何でもないって言われたんだもん、俺。しかも俺はさ、プレゼントまで送ってて、届かないって言ったから、郵送の確認までやってんのよ。で、俺、何かボンから受け取ったこと一回もないの。まあ別に、ああ、そういう人なんだと思って。付き合いする理由がないよね。信頼はできないかな。で、何書かれてももう気分悪くなるだけだから。で、俺別にボンからかかってくる前にこういうことがあったって言ってないでしょ。こき下ろそうともしてないのよ。別に。俺にとって日常だからさ。そんな人いっぱいいるわけじゃん。見たくない人と関わりたくない人は選ぶよ。まあそんなことがあったってことですね。じゃあブロック解除してって言われたけど、なんかメリットあんのって俺に言って。何もないでしょって送ったの。だからもうこれっきりにしていただけますかって。お互いのためにって。うん、詐欺師誰がルンペンさんの勘弁してくれよ。何でも詐欺師って書きゃいいってもんじゃねえだろう。語尾に詐欺師ってつけたらなんか説得力増すと思ったら大間違いだぞ。うん、どこが詐欺師なんだよ。トレさんのことで鮫島に説教されてすぐ改めますと言ったワードもショックだったけどな。何が？うん。何がショックだった？タックさん。うん、まあ見たい人が見ればいい、うん、気持ちよくさ、うん、爽やかに行こうぜ、うんうん、付き合いたい人と付き合っていくよ。結局お金？何結局お金って、うん、おはよう翔太さん、おはようございます。金の話した俺、うん、何結局お金ってうんおはようゆりちゃん、おはよう。ゆきりん、おはよう。ハートありがとう。おはようございます。チンコで失敗するタイプね、うん、ニコ生から見てるだけのものですが、ボンはアイラのとこでもトラブルを起こしてました。あ、そうなんだ。風船5個ありがとう。まあでもアイラとボンの関係は俺口出すつもりないよ。何も知らないし、うんうん、おはよう初見さん、いらっしゃい。シャムさん、もしよかったらフォローしていってください。コメントありがとう。おはよう。気楽に行こうよ、もっと。うん、たかだか配信なんだからさ。仕事、ロビさん頑張ってね。いってらっしゃい。そっか、仕事始めか、今日は。みんな頑張ってね。まあ、配信にプライド持ってやってたら、解放もさ、悩む時期来るだろうし。でも今のところ俺は力になろうと思ってるよ。シャムさんフォローありがとう。うん。海保今のところ仲間だと思ってるしさ、うんうん。相談には乗ろうと思ってるけど。うん、お、ニエコおはよう。いつもありがとう。ハートありがとう。ありがとね。結局金かっていう人は金いらない生活してるんですかね。いや、なんだろう、金の話を俺から持ち出してないんだけどな。なんで、その結局金かっていうコメントがあったのかよくわかんないんだけど。別に金に困ってないけど。俺、ボンから金よこせなんて一言も言ってないよ。はい、キエルさんどうも。風船ありがとう。余計なコメント？いや、余計なコメントではないけど。まあまあ、そういう人なんだなっていうのは分かったよ。今んとこってやめてよ。いつまでも弟子のつもりだよ。あ、まあそういうのは嬉しいけどね。うん。まあ俺は勝手に、あれだよ。勝手になんか盗んでもらったり、質問してもらったり、勝手に盗んでもらいたいけど。暦通りの休みじゃないから今日はやっとの半休。あ、いいじゃんいいじゃん、みーすけ。ブーハーお疲れ、こんにちは。いや、いいよ。ヌーブラハグ企画とか。きついって。おう、達彦おはよう。俺、ドルと絶縁したから。ごめん、だからドルとさ、もうスパーの企画とか絡めないからさ、申し訳ないけどさ、達彦。アメリカ人にも言ったんだけど、今回キャンセルで悪いんだけど。うん。はい、ののわだつ。たまには穴使い。俺笑ったんだけど、海宝から。のんちゃんには内緒にするんで、手こき係でも穴も使ってくださいって LINE が来た時、もう、うらーって発狂したもんね。殺すわーっつって。うん。海宝の LINE は爆笑したよね、朝から。うん。和道さんの好きです。手こき係もぜひ任命してくださいとか言って。頭湧いてんなとか思って。うん、もう俺ドルと関わる気ないから。うん、ごめんね、達彦。まあ、達彦が、スパーの企画とかやるんだったらいつでも呼んでくれたら、行くから。うん。達彦、今後ともよろしくね。うん。いや、アリス笑うよ。海宝晒していいの？海宝 LINE さ、キャプってもいい？海宝。いや、配信者だよね。うん。あ、ありがとう。バカありがとう、のの。海宝どっか行っちゃった？海宝 LINE さらしていい？うん。うん。これからもよろしく、達彦。うん。いや、笑うっしょ、朝から。海宝どっか行っちゃった？うん。いや、海宝さすがだよね。いや、配信者だもん、海宝。最近、スナック海宝って言うんで、結構人集めてるよ。うん。やだ。怒り。うん。いや、頼もしいよね、弟子。うん、穴も使ってくださいはもう名言だなと思って。アンザワード2。うん、どんだけ俺が飢えてると思ってんだろう。うん、海宝の穴大事だから使わねえわ。なんか怒りマークとかつけてるけど、俺の方が怒りだろ。手こき配信とかねえから。うん。僕はどうあれ、和道さんは和道さんですから大丈夫です。そうだね。うん。マイペースにやってくよ。いや、のんちゃんも吹くレベルでしょ。知らない、どっちの穴か。うん。はい、おやすみ。ヒーローさんたくさん花火ありがとう。今後ともよろしくです。花火ありがとう。いや、もう関わる気ねえわ。うん、正直。どれと関わる気ねえ。言ったの、逃げるって言うんだったら、てめえって。俺勝てるわけねえんだからって、3分間ボコボコに殴られてやるよって。殺すまで殴れんのかっつったら、やる気ねえわ、つって。俺手出さねえから、リング上がってやるから、どうせてめえ勝つんだから俺のこと殺せよ、つったの。無抵抗でボコボコにしてやるよって。負けるかもしんねえけど逃げるなんて言わせねえぞって。そしたらもう殴れねえわとか言ってたから、もういいやと思って。それで縁切るっつった。海外配信するんだ。うん。いや、海宝面白いよ。海宝面白い。俺も海外行きてえな。あ、海宝ね、それね、いい女を条件だと思うよ。男の仕事とかね、男のね、喧嘩とかに口出すのは野暮だよ。やっぱ、できる女の条件だよ。うん、本当にそう。はい、さよなら。ドレさんと半目じゃなくて、俺は縁を切った。うん。もう言いたいことも言ったし。うん。今朝バッチバチに言われたから、突然。で、しまいにはなんか勝手に切られたし。もういいわ。興味ない。うん。まあ、人の喧嘩に口突っ込むもんじゃねえよな。俺別にどれがいなくても困ってねえし、もう俺どれなしでやってきてるからね、ずっと。なんか勘違いしてるでしょあいつ。全然困ってない、ただ出汁に使われただけだよ。すごいね、付き合うリスナーから全員切られていくじゃん、どんどん。そんなのいる？プロレス俺嫌い。ゆっこはだつ、関わる配信者全員に切られてくよ。すごい配信者だよね。もんちゃんの気持ちが分かったわ。しまいには今日も頭きたよね。人の花火が上がってんの俺のおかげだろって言われた時にはもう殺意湧いたよ、本当に。調子乗らないでほしいわ。人の配信の花火の数をコントロールできるのかね、あいつは。そう思わない。人の、俺のおかげで和道花火上がったろう60発って言われたの。バカすぎるよね。人の配信のお前、花火の数コントロールできんのって。だったら全員やってやれよ。全員に花火送ってやれよ。お前にそんな発言力あるんだったら。すげえ頭きた。しまいには人の財布に手突っ込むなっつって。俺手突っ込んでねえけどって。っていうかリスナーを財布扱いするのやめてくんねって。ゆりちゃん、風船2個ありがとう。おう、ゼニーバゆうこおはよう。いや、全部ありえないでしょ。全部残ってるから、このタイムシフトの序盤見てごらん。このタイムシフト。まあ YouTube も見れるから、喧嘩突っていうタイトルになると思うから、どれから喧嘩突かかってきたっていうタイトルになると思うから。まあ全部、YouTube のチャンネル登録しておけば、今日の夜には動画上がるんで、見といてください。あいつの本性わかるよ。裏でやれって言ったらみんなに見せたいって言ったの。それで、みんなのせいで妻には逃げたっつってんの。茶番だわ、本当に。そう。妻にゃんが逃げたのは全部リスナーと和道のせいって言われたからね。本性めくれるよ。YouTube チャンネル登録しといてね、みんな。あー、レイニマン風船100個もありがとう。仕事やめてえの。数頑張れよ。いってら。めぐりんおはよう。バカありがとう。次枠行こうかな、どうしよう。まあ、カッとなって枠開いた部分あったから、ディスられまくったから。一回なんかリセットしてえな。対戦を申し込もうじゃなくて出てやるよっつったの。そしたらもうやる気ないっつったから、もう萎えたから、もうじゃあお前と縁切るわっつって宣言したんで。それもこの枠で全部見れるよ、シャトラさん。おい、ニックおはよう。つまりはプロなもんだって。FC2 アダ行けばって言ったら、お下品って言われた。おめえの放送の方が下品だよな。いや、別に、なんつうんだろう。俺に牙向かなかったら別に付き合ってたよ、俺は。正直言ったら。だから納得いかないから切るってだね。別に周りに振り回されてるわけじゃないから。もう一回やる？バーガープレゼントありがとう、解放。次枠見たい？みんな。暇？朝方配信者最近いねえんだよな。朝方。熊郎さんはコツ。朝方いい配信者全然いなくなっちゃって。そうなんだよね。見るもんなくて辛いっていうのあるんだよね。朝枠。お、リヒトありがとう、花火。ありがとね、リヒト。ありがとう。朝方やるか、じゃあ。わかんないよ。4時間、4時間やる。次役いらない？あ、じゃあお前いらないわ。バイバイ。はい、さよなら。おはよう、青丸さん。疲れてないよ、全然。あ、初見さんいらっしゃい、めいみさん。もしよかったらフォローしてね。あ、違う違う。俺はどこと誰が付き合おうとどうでもいいから。そこを言ってるわけじゃないのよ、ゆっこ。俺はどこと誰が付き合おうがどうでもいいと思ってるから。むしろあの枠はちょっと面白かったかもな。いなくなったら。うん。キューティーパイ、風船100個ありがとう。じゃあ一回締めます。じゃあ最後に、アイテムタイムします。4時間も放送お付き合いいただきありがとうございました。最後のアイテムタイムです。もしよかったら、面白かった方、アイテム投げてもらえると嬉しいです。次枠いきます。皆さん、もしよかったらフォローしていってください。フォローよろしくお願いします。次枠いきます。レイさんハート3個ありがとう。あ、全然謝んないで。お疲れー、たまちょ。次枠行くんで、もしよかったらフォローしていってください。ゆりー風船ありがとう。ヤンさんバガありがとう。にゃー風船10個ありがとう。カイホウ風船ありがとう。みやさん風船ありがとう。いっぴーさん風船ありがとう。キューティーパイさん風船99個ありがとう。たまちょさん風船ありがとう。くまろうさんバーガー3個ありがとう。レンさん風船30個ありがとう。にゃこ風船プレゼントありがとう。のの風船プレゼントありがとう。のの風船プレゼントありがとう。かいほう風船プレゼントありがとう。ナーマスさん風船10個プレゼントありがとう。ののさん風船プレゼントありがとう。けんさんバーガー3個ありがとう。けんさんフォローありがとうね。とこさん風船ありがとう。めいみさんバーガー5個プレゼントありがとう。ぜひフォローもよろしくお願いします。次枠見てくれる方は。Twitter、Facebook、YouTube もやってます。キートンさん、風船10個ありがとう。ピッポさん、風船ありがとう。釣り人さん、風船ありがとう。カイホさん、風船ありがとう。モリサー、いつもありがとう。バーガープレゼントありがとう。みんなありがとうね。フォローありがとうございます。フォローしてくれたメイミさん、フォローありがとう。みんなありがとうね。じゃあ次役いきます。ハッチー、バーガー12個ありがとう。ハッチー、いつもありがとうね。次役いきます。めぐりんさん、バーガーありがとう。キューティーパイさん、風船20個ありがとう。バンデラーズさん、バーガー5個プレゼントありがとう。ハツさん、ハート2個プレゼントありがとう。かっちゃん、風船3個ありがとう。かいほう風船プレゼントありがとう。ありがとうございます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。